2014年9月30日23時32分。ネットで見つけた怖い話。第7106話、タンスと懐かしい風景。昔私が小学校2から3年の頃、何度も何度も同じ夢を見ていました。それは、母の実家に母と二人で帰っていて、母、祖母、私の三人で、家、築100年、の2階の廊下の突き当たりの扉を開けて、棒のような細く真っ暗な廊下を通って、突き当たりの扉を開けるというものでした。その扉を開けると、すごく穏やかで、明るい日差しが差し込んだ古い部屋があって、異様に大きく古く、足でこぐミシンらしきものが置いてあり、そのミシンの前に見覚えのない、だけどどこか懐かしい老婆が座っており、私に優しく笑いかけてくれます。そういう他愛もない夢だったのですが、なぜかそれを何度も何度も見続けるにつれ、子供だった私は、それが現実なのか夢なのかわからなくなってしまいました。そして母と実家に帰省した時、よくわからなくなってしまった私は、祖母と母に直接聞いてみました。そして、この他愛もなかったはずのこの話は、謎を深めていきます。私の問いかけに、母と祖母は、という顔をしながら、そんなのないよ、と言いながら笑っていました。ムキになった私は、ある、絶対ある、と言って2階に駆け上がり、2階の廊下の突き当たりを見てみました。しかし、そこには古い巨大なタンスが置かれてあるだけでした。ホラーないでしょ。何変なこと言ってるの。と言われながら、しぶしぶ納得したのを覚えています。それでこの話は終わったものだと思っていました。しかしその数年後、中学生になった私は、その実家に行き、背筋がゾッとするようなものを見つけてしまったのです。中学生になった私は、そんな夢のことなども忘れていました。そして久しぶりに実家に帰って、ふと家を見上げた時です。何かおかしいと感じました。私は、その時、2階の廊下の突き当たりの向かい側から、家を見上げていたわけなのですが、そこに窓があるのです。つまり、廊下の突き当たりのタンスの先に、窓があるんです。当然、2階の部屋にそれに該当する窓はありません。というか、その部分だけぽっかりと部屋はないんです。窓の中は真っ暗で、すすけていて何も見えません。急にあの夢のことが思い出され、私は、急いで家に入って階段を駆け上がりました。そしてそこには、やはり古い巨大なタンスが置かれてあります。でもその時、普通廊下の突き当たりにタンスは置かないだろう、ということに気づきました。ここで私は、急に怖くなり、そのことを誰にも言うことができませんでした。結局怖くなって何も言い出せず、それからさらに時間が過ぎました。いや結構ヘタレなもんで。そして高校生になった頃に、このことをふと思い出し、今度こそ何があるのか確かめてやろう、と思っていました。そして実家に帰った時、またあの家を見上げました。絶対この窓のことをばあちゃんから聞き出してやる、と考えてました。あの部屋は一体何なのか？なぜ部屋を封印しているのか？あの優しそうなおばあさんは何者なのか？でも、結局何も聞けませんでした。なぜなら、そこに窓がなかったんです。いやこれは夢落ちではなく、実は現在進行中の話です。なので、まだ本当の落ちはありません。すいません。実は先日、その家が取り壊されることになり、最後と思ってその家を見に行ったんです。で、その壁を見上げたところ、その部分だけ壁が新しく塗りつぶされているのに気づいてしまいました。つまりこれは、窓が潰されたことを意味しています。その場にばあちゃんはいなかったので、まだ問い詰めていませんが、近日中に本当のことを聞いてみようと思っています。母はもう高い。でも、部屋を封印し、窓を潰すことの意味。そして、見たこともないおばあさんと、足こぎミシンの風景。あの明るく穏やかな優しい部屋を、あそこまで潰して抹殺してしまう意味を考えると、なぜか無性に怖くなります。
とりあえず近いうちに真相を聞いて、また UP します。正直、怖いです。時空の歪みだったらまだほっとしますが、長々書いてみかんですいませんでした。569。やめとけ。あんたがいなくなったら悲しむ人もいるだろう。謎は謎のままにしときなさい。570。そうなんです。実は私の母は、最初に、あそこに部屋がある。と私が騒いだ数ヶ月後に、なんとも妙な事故で、誰にも気づかれることなく、一人で悲惨な死を遂げました。もしかすると思うこともあります。正直、怖いです。ネットで見つけた怖い話。第7107話、四次元ポケット。友人と上野の国立西洋美術館に、とある展覧会を見に行った。この展覧会、企画展の半券を持っていると、常設展も見れる。入場後、半券はジーパンのポケットに、同行の友人も目撃。鑑賞後、久しぶりに常設も見るか、と、常設展の入り口でポケットをまさぐると、半券がない。ポケットの中身をすべて出し、裏返すもない。念のため、バッグの中身もすべて出し確認するもない。友人、ポケットに突っ込んでいたから、どっかに落としたのかも。俺は、諦めて、常設店にチケットを買おうと思うが、念のためにもう一度ポケットをまさぐると、あった。友人、このポケットはさっき、裏返したよね？ちなみに、半券、企画店用なので、結構でかい。は、折り目一つついていなかった。一部始終を目撃していた、もぎりの係員も目を丸くしていた。同じジーパンを履いて某イベントへ。場内は灼熱地獄で大量の汗をかく会場内なので、友人からもらったフェイス用タオルをポケットに突っ込んでいた。汗を食おうとポケットに手をやれば、タオルがない。念のために裏返すも、タオルは影も形もない。ああ、落としたか。もらったばかりなのに。友人には、後で謝っとこう。と思いながら歩いていると、ポケットのあたりが急にモコモコと、何かが盛り上がる感触がして、手を中に入れるとタオルが、四次元ポケットか。いいな。561。ちなみに、どのブランドのジーンズなの？562。561だが、よかないよ。両方とも焦ったんだから。わあ、半券がねえ。チケット買い直しか？って、カバンからポケットから総ざらえだったし。タオルはセンスとセットで、誕生日プレゼント。一応ブランドもの。にもらったばっかりだったから。誕生日プレゼントだったのに、速攻なくすだなんて。ORZ、便利な機械とか、宝くじの当たり券とかが出るとか。叩けばビスケットが倍に増えるポケットだったらよかったのに。ちなみに、これ以降は何も起こりません。564。561ですが、近所のダイエーで買った安物です。それにしてもタオルは、フェイス用とはいえ、畳めばそれなりに厚みがあったのに。半券も、ポケットに突っ込めば普通はくしゃくしゃになるのに、未だに理由がわかりません。ま、両方とも見つかってよかったが。ネットで見つけた怖い話。第7108話、校舎で鬼ごっこ。このスレ見てたら思い出した、不思議で背筋が寒くなった話。当時中3だった私、師匠っていうあだ名の女の子と仲が良くて、よく騒いでた。確か冬の雨の日、その日私たちはノリで鬼ごっこを始めた。はじめにうちの校舎の説明しとくと、四角い建物の真ん中が四角く空洞になってて、上から見るとかい、こんな感じ。で、各階に東階段と西品段があって、まあ鬼ごっこを始めたわけだ。はじめの鬼は師匠。いい？追かけるよ。そう言って師匠が追いかけてきたとき、かなりの距離が空いてたんだ。で、ほぼその距離のまま2階を何回もぐるぐる。さすがに疲れてきた私は、
一気に階段を登って4階の自分たちのクラスに駆け込んでしまおうと考えた。急に曲がって階段を駆け登り始める私。ここからがおかしいんだけど、3階に差し掛かる頃ふと振り向くと、師匠が急に私のすぐ後ろに迫ってるの。しかも、なんか下向いて頭から突っ込んでくるような走り方。顔がよく見えなくて、今まではラーラー叫びながら走ってたのに、何も喋らないし、私はなんか怖くなって、そのまま4階に駆け上って、師匠が真後ろについてきてるのを確認してから、廊下を曲がって教室に駆け込んだ。教室に駆け込んだ私の目に入ってきたのは、一番前の席に座ってる師匠。は。アトロを振り向くと、今まで追いかけてきてたはずの師匠がいない。ちょっと師匠どうやったの？すぐそこまで追いかけてきてたじゃん。私はパニクって問い詰めた。するとポカンとした師匠は、信じられない話をし始めた。師匠の説明によると、彼女は私が階段を登り始めた時点で追いかけるのを諦めて、反対側の階段から教室に戻ってたんだってさ。私は一体誰に追いかけられてたんだろう。補足。なんかその階段を登ってる間中、やけに暗くて、変に静かだったのを覚えてる。やけに階段が長く感じられて、それから怖くて鬼ごっこはしてません。ネットで見つけた怖い話。第7109話、旅館の宴会。旅行先で急に予定が変更になり、日本海沿いのとある歴史の古い町に一泊することになった。その時の話。日が暮れてから最初に目に入った旅館に入ったんだけど、シーズンオフのせいかすんなり部屋が取れた。表から見た時には気がつかなかったけど、なんか格式のありそうな旅館で、長い廊下を案内されてたどり着いたのは、古くて立派そうな部屋だった。柱なんか黒光りしていて。とはいえ、よく心霊話にあるように嫌な気配を感じたとか、寒気がしたとかいうことはなかった。というか、そもそも霊感みたいなものはないんだけど、畳や調度品も新しく、清潔で快適な部屋だった。従業員も愛想が良い。飯を食って露天風呂に浸かって、さあ、あとは酒を飲んで寝るだけ、と部屋でくつろいでいると、窓の外から何やら賑やかな音がする。カーテンの隙間から覗いてみると、植え込みの向こうに大きな離れのようになった建物があって、そこの座敷で宴会をしているらしい。騒がしくされたらかなわないなと思っていると、三味線の音が耳に入った。芸者さんらしいのが二人ばかり、ゆったりと優雅に待っている様子が生じ腰に見て取れる。ほう、今時、と思ってよく耳を傾けてみると、手拍子一つ、笑い声一つとっても、何とも言えない品がある。セクハラ親父どもがカラオケをが成り立てる、うちの会社の宴会とは大違いだ。今でもこういう遊び方をする人がいるんだな、と陽気さのおこぼれに預かった気分で酒を飲み、酔いの回った体をぬくぬくと丸めて、夜が更けてますます盛り上がる宴の賑わいを遠くに聞きながら眠りに落ちたのだったが、翌朝窓の外を見ると、植え込みの向こうには有刺鉄線を張られた雑草のわびこる空き地が寒々と広がるばかりで、座敷と見間違えそうな建物の影もなかった。なんか、昔話みたいだ。その宴会に参加しないでよかったね。狐の話になんか似たようなのがあった気がする。そうか、あれは狐だったのか。しかし、目が覚めたら野原にいて、手には食べかけの土まんじゅうが、というのも一度くらい体験してみたい気が、狐のせいにしちゃったらローマンがないよ。別に嫌な思いしたわけじゃないでしょ？その予感に刻まれた古の記憶を垣間見た、ってことにしようよ。その予感に刻まれた古の記憶を垣間見た。そうかもしれん。旅館の人の話だと、その空き地はもともと旅館の敷地だったのを切り売りしたものだそうだから。だけどそれだと何か怖いから、狐だと思いたい。思わせてくれ。ネットで見つけた怖い話。第7110話、
自分は未来から来た。俺が小学校低学年の時、25年くらい前かな。当時住んでたとこの近くに公園があった。ある日、友達と遊んでて帰りが遅くなった時、公園のところを通った時、20歳くらいの人に話しかけられた。君、ちょっと聞きたいんだけど、ここはなんていうところなんだい？って聞かれた。もちろん。何？この人電波？みたいに思ったけど、当時警戒心もなかった俺は、地名を教えてあげた。それでその日は帰ったんだけど、それからも何回か公園で会って、話したりした。その人が言うには、自分は未来から来た。と言ってた。なんでも、その人は大学生だったらしいけど、ある日目覚めたらこの近くにいたらしい。じゃあどうやって生活してるんだって話だが、消防の頭じゃそこまで考えていなかった。それで、嘘だよ、じゃあ証拠見せてよ。と言うと、これくらいしかないけど、と、タバコケースよりいくらか小さい機械を見せてくれた。それは写真を撮ったり、歌を流したりできた。確かラジオも聞けたはず。他にも、電話やメッセージを送ったりできると言っていた。もちろん SF の世界から出てきたようなそれに、マジで興奮していたと思う。俺は、もっと未来の話を聞きたかったが、その日はもう遅かったので、また明日、と別れた。次の日、放課後すぐに公園に行ったが、その人はいなかった。結局、それから二度と彼と会うことはなかった。結局、彼はどこの誰か、聞いたが忘れた。どうなったのかわからない。本当に未来から来たのか、電波だったのか、今となって知る術も、ない。それと、彼が持ってた機械は、多分携帯電話だったのではと思う。大人になって携帯が出た時にマジで驚いた。そうだとしたら、あの人は現在大学生の誰かなんだろう。もし、どこの人か覚えていたら助けられるだろうけど、それもできない。ラジオが聞ける携帯ってそんなにないよな。209。俺の携帯、聞ける。ごくり。だけど、俺大学生じゃなくておさんだから関係ないや。自分 VODFO ねだけど、ラジオ聞けるよ。そして大学生。女だけど。オメガ。えへ。ネットで見つけた怖い話。第7111話、習字教室の異変。ネタだと思われるかもしれないんですけど、私は、小学生の時、習字教室に通っていました。普通の学校の教室みたいな部屋で、左の隅に先生の机があるんです。その先生のところに、自分の書いたものを持って行ってみてもらう、という形式でした。その時も、先生の机の横に何人か生徒が並んでいて、評価してもらうのを待っていました。私の字の評価が終わって席に戻ろうとした時、戸惑ったようなささやき声が聞こえてきたので、振り返ってみると、先生生徒生徒丸、の、丸の位置に、こんなこと言ったらもうネタにしか思えないと思うけど、スライムみたいな形の、多分、大便が落ちていたんです。臭いはしなかったと記憶しているのですが、黄土色で、大きさからも人間のものと考えられました。汚くてすみません。子供ばかりなので、みんな大騒ぎして大変だったんですが、落ち着くと当然、誰がやったのか、という疑問が浮かびます。並んでいる人間の仕業なら、目の前で順番待ちをしている人間が気づくはずです。それに、先生生徒生徒丸、書いている生徒たち、という状態だから、どんな場合にも気づかれると思うんです。でも、見た、って人はいなくて、もちろん、私です。って人もいないから、先生にも、片付けておくから、ちゃんと集中しなさい、って言われてしまいました。前にも尿を漏らしてしまった子がいたので、私たちは特に深く考えず、お前がやったんだろう、って感じに冗談で終わらせたんです。このスレを読んで当時のことを思い出して、やっぱり、気づかれずにあの位置で代弁をするなんて無理だよな、と、また不思議になったのでレスしてみました。
でも、出てきたものが代弁って時点で、ネタと思われてもしょうがないんですが。ネットで見つけた怖い話。第7112は、学校の裏山。小2の頃、仲の良かったたけしと一緒に、虫取りに学校の裏山へ行った。その山は俺たちの遊び場で、隅から隅まで知っている。まあ、山ってより、中規模の雑木林みたいな感じ。突然たけしが、赤い蝶がいた。って言って走り出した。俺もすぐにその後を追う。夢中で走って、息が切れた頃にたけしが立ち止まった。たけちゃん。どうした?逃げられちゃった?ああ、逃げられた。すごいでかい蝶だったぜ。その後も赤い蝶を探して歩いたが、とうとう見つからなかった。日も暮れ始め、そろそろ帰ろうかということになり、帰り道を歩き始めた。その山では、夕日に向かって歩く、という掟がある。夕日向かって歩けば道路に出られるからだ。もし、迷子になっても、夕日に向かって歩けば絶対に道路に出るという地形になっていた。しかし、その時の俺たちにはそんな掟は不要だった。この山は知り尽くしている。だから、迷子になって夕日を頼りにすることなんてありえない。俺たちはゲームの話をしながら歩いていた。あれ?何これ？どういうわけ?通行止め目の標識が立っている。道路なんてない山の中にだ。その時は道路標識がどういうものか知らない。今まではこんなものは絶対になかった。なんだろ?道間違ったかな?そんなわけないよ。でも、こんな道知らないぜ。確かに見たことないね。迷子?ちょっと、戻ってみよう。危機感のかけらもなく、後戻りしてみる。しかし、戻れど戻れど知らない風景、こんなことはありえない。ええ、ここどこ?たけしが泣きそうになってた。俺もこんなところは来たことがない。とりあえず、夕日の方向に歩き始めた。それがここの掟だ。だんだんと日が暮れてきた。夕日に向かって歩くと、すぐに道路に出た。そのままたけしと別れて、俺の家まであと500メートルくらいの場所で、後ろからたけしがものすごい勢いで走ってきた。話を聞くと、たけしの家で葬式が行われているらしい。驚いて、家に帰れず俺を追いかけてきたという。たけしにせがまれて俺も一緒にたけしの家に行った。本当葬式が行われていた。亡くなったのはたけしのお兄さんだった。しかし、たけしの家の前には誰もいない。鍵もかかっていて、家に入れない。泣きじゃくるたけしを連れて、とりあえず俺の家に連れてきた。ただいま、と家のドアを開けるなり親父が飛んできた。ぎょとんとしている俺を見るなり、平手打ちが飛んできた。そのまま、家の中に連れて行かれ散々に怒られた。どうやら俺とたけしは、二日間行方不明になっていたらしい。事情を話しても信じてもらえなかった。たけしの家で葬式なんてなかったと言われた。それから一ヶ月は外に遊びに行けなかった。ようやく謹慎処分が解けた後、たけしと山に行ったが、あの道路標識なんてなかった。たけしの兄さんは今どうなの?たけしのお兄さんは、今でも元気だと思います。確か東京の大学に行って、横浜で就職したと聞きました。たけしも一人暮らししてますが、結構近所なんでたまに飲みに行きます。そうすると、決まってこの話で盛り上がります。今日のオカルトスレ。閲覧注意。何でもいいから怖い話を集めてみない？149。小学生の時、祖母宅の2階で妹とおかんと俺は、川の字になって寝てたんよ。したらいきなり妹、当時確か幼稚園、が飛び上がって、ギャー、ギャー、って信じらんないくらいヤバい悲鳴あげて、俺とおかんはめちゃくちゃびっくりして飛び起きて、おかんがとっさに妹を抱きしめた。その時の妹の目が、ぐわっと開いていて怖かったのを覚えてる。
ちょっと落ち着いてからおかんが、怖い夢見たの？って聞いたら、ずっと起きてた、と妹。じゃあどうしたの？って聞いたら、トイレ行きたかったんだけど、怖くて行けなくて起きてたら、押し入れから黒いモヤモヤが出てきて、なんだろうってずっと見てたら、こっちに来たからびっくりしたの。みたいなこと言うもんだから本当に怖かった。オカルトはほとんど信じてないおかんも、妹の異常な表情を見てさすがにビビってた。んで妹は今度高校に上がるんだけど、こないだ話してたらその話になってさ、本人小さかったけど未だに覚えてるらしい。で、あの時、他に見えたものがある。って言い出した。いくら聞いても、信じてもらえないから。ってなかなか教えてくれない。絶対信じる絶対信じるって何度も頼んで、奴はやっと口を開いた。釜を持った人がいた。怖い。俺、四国にすごい田舎に住んでて、子供の頃から知り合いの漁師さんから聞いた話。たまにその漁師さんと沖に天馬船出してもらって釣りに行く。いつものように竿を出してると、その人が、お前足どしたん？と。見てみると丸く赤く腫れてる、どこでできた傷なのかまるで見当もつかない。漁師さんの顔が急に真剣になり、お前誰ぞに恨まれるようなことしてないか？と。全く身に覚えがないことを伝えると、それ犬神かもしれんけん、とりあえず原因わかるまで船には乗せれん。と。釣りは中止、急いで病院に行くことになった。で見てもらった結果、桜の花粉かなんかに負けてるって言われた。17。それから犬神発言が気になってしょうがなくて、その漁師さんの家で聞いた話。仮にその漁師さんを A さんとします。ちなみに年齢は70代後半かな。A さんがまだ若い時、その漁師町には犬神付きと呼ばれる家族が少なくとも4つ以上あったらしい。その犬神付きの人たちは見た目から違ってて、一目見るだけでわかる風貌をしてたそうです。何か困ることがあると、というより嫉妬、恨みの願い事があればその家に行き、作物、魚などを持って行き対象の人物の名前を言うだけでよかったそうです。その後その対象の人物の体の一部に犬に噛みつかれたようなあざがつき不幸が訪れる、と。18。お祓いを受けた後、傷は消えて漁も普通にできるようになったそうです。しばらく経ったある日、犬神付きの家の人が訪ねてきて、お前の肩に犬神をつけたのはまるまるだ、と言いに来たそうです。その時その相手に犬神をつけてやろうか、と持ちかけられたそうです。A さんは気持ち悪いのと、早く帰ってほしい、犬神付きの人間と付き合いがあると隣人に知られるのが嫌で、丁重にお断りして帰ってもらったそうです。一応、俺が聞いた話は以上です。29。去年のことですが、眠れなくて深夜に見るともなくテレビをつけていました。その時も2ちゃんをしていたと思います。ただ音がないと寂しいから、という理由でテレビをつけていたのですが、ふと話しているのが、耳に入り、そちらに興味が出て見てみました。その番組は、若い人たちが車座になって座って、若手お笑い芸人らしき二人が司会のように話を振っていました。薬物中毒の恐ろしさ、というテーマでした。特別薬物に興味があったわけでなく、その頃夜回り先生の本を見たから、というので興味が出たんだと思います。そして、ある男の人が出てきて、その人は元覚醒剤中毒者で、今現在薬物依存症から離れることができて、その恐ろしさを発言することで、警告する活動をしていると言っていました。その人が話し出してから、何か鼻の奥に嫌な違和感が出てきました。匂いような痛いまでいかないけれど、じんわりと何か嫌な感覚がします。その人が、自分が覚醒剤を使っていた時に体験した話をしています。若い女の子たちの声で、あはは、死んじゃえよ。怖いから死ねないんだろ。
とあざけり笑うそうです。その人はその声に対抗して、死んでやるよ。うるさい。とか言い返して、包丁を振り回したりしていたそうです。その話を聞いているとき、とにかく鼻が気持ち悪くてティッシュを取って頭を上げると、画面に映っている。その男の人と全く同じ顔が画面の手前に立体的に浮き上がっています。その人腰にテレビ画面も見えているのですが、透けているわけでもなくその顔があります。画面では、話を聞いている他の人たちに映り、変わったりもするのですが、テレビの前にあるその顔はそのままずっと、まっすぐ見つめて、画面から聞こえてくる言葉と同調して口も動かしています。30. すると、その女の子の声がする、という話にまた戻って、他の人の場合はおばあさんの声だったりする、とか、いう話になって、その人が自分の声はとにかく女の子で、ずっと聞こえる、と耳に手を当てて話してました。すると画面前に浮かんだ顔、その顔に小さなニキビのような、プツプツが頬にあるのがわかり、そんな細かくまで、見えるんだ、と、思わずよく見てしまい、それを後悔しました。するとそのニキビの先が黒くて、黒ニキビと思ったら、黒いのは黒縁がついた穴でその穴がよく見ると動いています。あ、と思ったらそれは無数の吹き出物の先についている口で、その小さな口が口々に、死んじゃえよ、あひゃひゃ、うざいんだよ、と、喋っているのです。口が小さいから、女の子のような声に聞こえるようでした。それが一瞬にして分かった瞬間、怖くなりチャンネルを変えました。気づいたのが分かって、その首と目が合ってしまったらという恐怖を感じたからです。チャンネルを変えたらその首はなくなりましたが、とにかく怖くなってイヤホンをつけて、布団に潜り込んで寝てしまいました。死んだ人ではないのに、なぜかこんな風に見えたのは初めてでした。話がわかりにくかったらごめんなさい。37。ちょっと違った角度の怖い話をしてみたい。今から11年くらい前だろうか？神戸スマクの出来事、あらかじめ言っておくが、これは霊やら、化け物の類の話ではない。人間の怖い話。そして、自分が知っている。限りの実話である。おそらくこの話を知っている人も多いと思うが、その真相を知っている人はいないだろう。そして、この話を最後まで見て嘘だと思うのなら、自分なりに調べてもらえば、その不思議さに気づくはずだ。本もたくさん出ているし、ネットでそれなりの情報を得ることもできる。本題に入ろう。小学生の J 君がある日突然行方不明になった。両親は心配し、警察に捜索願いを出した。この頃神戸では小学生が襲われる事件が多発していたので、翌日から公開捜査となった。地元の人間も公開捜査に協力し、警察も含め計400人大勢での捜査が行われた。警察は警察犬を連れ、2日間公開捜査をしたにもかかわらず J 君を発見することはできなかった。そう。これは過去に起きた大事件、神戸連続幼児殺傷事件である。皆も知っている通り、当時14歳の少年が犯人となり、この事件は幕を閉じた形になる。通常犯人逮捕で事件の幕は閉じるが、この事件は犯人逮捕によって幕が開いた。ここで重要なのは2日間400名以上の人間で行った公開捜査でも遺体を見つけられなかったことだろう。ちなみにこの2日間というのは5月25日、翌日26日である。この日付が重要なので頭に入れておいてもらいたい。38。結論から言うと、遺体の胴体部分は通称、タンク山アンテナ基地内で発見される。そして頭部は中学校正門前に置かれていた、両方とも5月27日である。当初警察は、J 君はタンク山以外の場所で殺害され、
公開捜査を打ち切った27日にた、福山に運ばれた、という見方だった。この根拠は2つ。1J 君の遺体、胴体部分、にタンク山の土が付着していなかったこと。南より2日間の公開捜査でもタンク山アンテナ基地内で遺体が発見できなかったこと。タンク山というのは地元の人ならわかると思うが、人が行方不明になったとしたら真っ先に疑う場所である。事実公開捜査の2日間でも警察、地元住民はタンク山を疑い、捜索していた。それでも胴体部分は見つからなかった。いざ犯人が捕まり、蓋を開けてみれば、調書を見てみれば、驚くべき内容が載っていた。なんと犯人はその場所、つまりタンク山アンテナ基地内、から遺体は移動していないという。ちなみに27日に胴体部分が見つかった時はいとも簡単に胴体部分が発見されている。公開捜査を打ち切った日にもかかわらずにだ。新聞記事、犯人逮捕前、にもこう書かれていた。用意周到な犯人が珍しく慌てぶりを思わせる状態で J 君の胴体部分が発見された。アンテナ基地内から足がはみ出し、犯人の慌てぶりを思わせる状態で発見された。この状態でなんで公開捜査で発見できなかったのか？警察犬もいて刺繍にすらもき、つかなかったとでも言うのだろうか？死後2日経っているのにか？39日、常識的に考えてもタンク山で殺害されたことごと体が嘘だろう。仮に犯人の供述、通りだったとするなら、二日間の公開捜査で見つけられなかったことはどう説明するのか？犯人の供述に嘘があったとするなら話はさらにおかしな方向へと進んでいく。犯人は14歳の少年である。自分の場所も、車すらも持っていない人間が、人間の胴体、部分、をどう誰にも見つからずに移動するのだろうか？仮に見つからずに移動できたとして、どこに隠すのだろうか？不思議なのはこれだけではない。同様に頭部に関しても不思議すぎることがある。頭部は午前6時40分に学校の正門を開ける用務員の通報によって発見された。そして当初の警察の見方は、犯人は午前5時30から午前6時40分の間に頭部を正門に置いた、としていた。この根拠は以下の2つ。午前5時5時15分の間に頭部はなかったという多数の目撃証言があること。午前5時30から6時40分の間に頭部の位置が何度も変わっていたという多数の目撃証言があること。しかし犯人の調書を見てみれば驚くべきことが明らかになる。僕は午前1時午前3時の間に頭部を正門に置きに行きました。だとすると、多数の目撃証言は何だったのだろうか。ちなみに犯人は、この日、すなわち27日、に午前5時以降完璧なアリバイがある。40、自分の文を読み返してみると説明が不十分なところがあるので付け加えておく。調書によれば J 君殺害は24日である。そして、タンク山アンテナ基地付近から、タンク山アンテナ基地内に遺体を移すものの、その後大きな移動はしていない。大きな移動をしていないというのは、24日に殺害するがこの日に頭部を切断した。わけではない。頭部を切断したのは翌日の25日である。25日に頭部を切断する際、一旦遺体を取り出すために少しだけ移動するものの、大きくは移動していないということだ。つまり25日。26日の2日間の公開捜査で胴体部分が発見できなかったのはおかしい。のである。おかしいといえば切断した25日だろう。犯人は調書でこう語っている。ふっと、24日の、夜中に頭部を切断したくなって翌日頭部を切断することを思いつく。そしてその思いを実行に移すのだが、ここが最も不思議なところだろう。25日の午後1時3時の間に首を切りに行きました。
先も触れている通り25日というのは公開捜査の真っただ中である。調べてみれば、わかると思うが、5月25日は日曜である。つまり犯人は公開捜査の中の真っ昼間しかも、日曜日に地元住民なら誰もが疑うタンク山アンテナ基地内で誰にも見つかることなく、頭部の切断に成功しているのである。もっとも、偶然に偶然が重なって奇跡的に見つからなかった可能性は否定できない。ただし、それは結果論であって、実際の本人の心境は、いつ人が訪れるかもわからない中ドキドキしながら、頭部を切断した、はずだ。しかしその臨場感に関しては調書には一切触れていない。41。なぜここまで私がこの事件に詳しいのかというと、犯人の同級生だからである。同じクラスメイトだったというだけで、友人としての交流は一切なかった。当時、犯人逮捕された時、自分は、そんなわけないだろ？と思ったのが率直な意見だった。もちろん根拠に基づいた意見ではない。自分の知っている限りの彼の性格を考えた、だけの意見である。時間が経つにつれ、確かにやったと思えばそうなのかもしれないな。という意見に変わってきた。もちろん自分自身も公開捜査にも協力した。これは自主的なものではなく当時学校のピータからそういう指示があったからだ。タンク山もそれなりに捜索してみたが、特に変わった様子もなかったのは記憶している。地元の事件だからこそおそらく他の地域の人よりもニュースやテレビにも釘付けになった。そして文春がこの事件の調書を公に公開したのを機に、これはおかしいぞ、と疑い始めたからだ。現時点で何がオカルトなのか読んでいる人はまだわからないかもしれない。しかし最後まで読んでもらえれば、この事件のオカルトに気づいてもらえると思う。42、話を神戸連続幼児殺傷事件に戻すが、当時の新聞記事で最も自分が恐ろしいと思った記事を記憶しているから載せておく。もちろん文体は少し変わっていると思うが、この内容はほとんど同じと思う。捜査本部は当初27日午前5時30分午前6時40分の間、犯人が頭部を置いた正門前付近に約1時間にわたって潜んでいたと見ていたが、この時間帯はすでに人の通りも多く、見つかるリスクを背負ってまで現場付近に潜み、何度か頭部を移動したのは考えにくいという。この文章のどこが恐ろしいのか、初めて読んだ人は理解ができないだろう。ただし事件の内容を理解してからこの記事を読めば、いかに恐ろしい内容か理解できるようになると思う。とりあえず上の新聞記事をもう一度読んでもらいたい。よく見ればわかると思うが、これは悪。までも警察の考えでしかない。警察は見つかるリスクを背負ってまで現場に潜んで犯人が頭部を移動するわけがないと考えたわけだ。ただし5時30分6時40分の間に頭部が何度も移動していたというのは多数の地元住民の目撃証言であって考えよりも信頼度が高いものなわけだ。皮肉を込めて言えば警察は、地元住民の目撃証言は当てにならない、と考えたわけだ。もちろん警察にもそれなりの根拠に基づく考えはあったと思われる。この考えについては後で説明する。43、一応勘違いないように説明しておきますが、冤罪の可能性について話そうとしてるわけではありません。誤解しないでください。地元住民の目撃証言は当てにならない。と警察が考えたのは頭部の位置や向きが変わっていた。という目撃証言だけではない。後にガセネタと言われ、すべて当てにならない。と警察が考えた目撃証言は誰が見ても理想的な犯人像だったと思える。まず J 君がほとんど目撃されることなく連れ去られていることから車を使った犯行だと考えるのは自然で、当初目撃証言の多かった。
黒い不審なブルーバードに乗った男は重要な目撃証言だっただように思う。この黒いブルーバードは事件の起こる1ヶ月前から J 君宅付近で何度も目撃されている。 J 君宅付近でしか目撃されていないのなら、犯人が捕まった時点で無関係だったで済まされるだろうが、もはやこの黒いブルーバード無関係では済まされない目撃証言まである。その無関係では済まされない目撃証言の中でも最も重要だと思う記事だけ載せておく。第一発見者が通報したのが6時40分、6時30から35分の間に不審な黒いブルーバードが正門に運転席を前にする形で占領するように停車していたことが分かった。発見したのは地元のトラック運転手で、正門を開けるわけでもなく、何をするわけでもないので不審に思い約1分間にわたって不審な車を見ていた。という。これは言うまでもないが、頭部が正門に置かれた27日のことである。この時間帯に頭部が置かれていることはほぼ確実で、この不審なブルーバードは同様の形で正門前に停車しているところを5時30分に散歩中の主婦に目撃されている。この時間帯にそんな形で2回も停車していて、さすがに無関係はないだろう。また J 君の頭部の位置や向きが5時30分、6時40分の間に少なくとも3回は変わっていることからも、この車の男が位置を変えたと考えれば説明がついてしまう。44。これらの目撃証言もすべてひっくるめて警察は、当てにならない、と、考えた、わけだ。説明してしまうと長くなりすぎてしまうので詳しくは説明はしないが、犯人は、物的証拠、鼻に一つないまま裁判で有罪となっている。それどころか少年 A の目撃証言すら一件しかない。その一件というのもすれ違った程度で目撃したのは警官である。詳しくは少年 A 冤罪で検索すればかなり出てくるので、そちらを参考にしていただきたい。こうなるとなぜ当時14歳の少年が逮捕されたのかということが謎になる。文春に載せられた7通りの調書からも、暗い森に載せられた90通りの調書の中からも、少年 A が犯人だと思うと警察に告げている因縁、調書は1等しかない。その人物は少年 A のクラスメイトで元同級生だ。しかしこの元同級生、神戸事件では欠かすことのできない、重要な役割を担っている。元同級生と犯人の関係は学校の行き帰りを共にするくらい仲が良く、互いの家に遊びに行くような仲だった。自分自身もしっかりと記憶に残っている。ただし榊原事件が起こる少し前に犯人は元同級生に暴行を加えてしまっている。理由は、元同級生が、犯人、少年 A、が障害者をいじめている、猫を殺して舌を集めているなど、根も葉もないことを塾や、学校、で言いふらされていた、かららしい。この時少年 A は元同級生に、殴る、蹴る、の暴行を加えたを、いつも持っている、ナイフ、をちらつかせ、脅したらしい。確かに当時14歳の少年 A は出会うと必ずと言っていいほど、ナイフをポケットから出したり引っ込めたり、していた。学校自体にはほとんど出席してはいなかったものの、コンビニや、ビブロスで会ってしまう、ことは多かった。45。ただし元同級生は少年の悪口を言いふらしていたことに関しては因縁調書内では否定している。否定はしているものの、あたかも少年 A が犯人であるかのように供述している。女の人を見ると顔より先に首に目が行ってしまう。他人のことが野菜に見える。野菜は傷つけても罪にならない。これは第二挑戦状を連想させる発言である。3月事件に関してはズバリ、80% 俺がやった、酔っていたから確かなことは言えないが、J 君頭部切断を思わせる発言もしている。
A 君の家のドラゴンボールの人形の首から上がなくなっていた。猫の下の塩漬けの瓶詰めを見せびらかされた。13日の金曜日などのホラー映画を毎日鑑賞していた。これらの発言すべてを少年 A 本人から聞いたものとし、今までの彼との交際を考えると、彼ならやりかねないと思います。と警察に供述している。一方私自身にも同級生が、警察にチクってやる、あいつこの前の犯人なだぜ。とも言ってきた。当然私は、相手にしなかった。何せ、喧嘩の後1ヶ月も経っていない人間の言う言葉である。警察もまともに相手にするとも思えない。元同級生は集団の中に必ず1人や、2人いる。物事を大、今朝に言うタイプ。で昔から嘘っぽい話も多かったからだ。46。しかし警察がこの証言に飛びついてしまったと考えると、不審な警察の記者会見が説明できてしまう。おそらく2回目の記者会見で警察はこのようなことを発表している。容疑者宅から、13日の金曜日をはじめとする多数のホラー映画を押収した。おそらく未だに記憶に残っている人もいると思うが、3回目の記者会見では次のようになっている。記者が警察に押収したホラー映画のことを尋ねると、ホラー映画なるものは実はなかった、ことに、なってしまう。一体これは何だったのだろうか？ちなみに1回目の記者会見は5分で終わってしまうが、この記者会見の、今考えればおかしなものだ。記者、凶器は何ですか？警察、凶器はナイフなど。記者、刃渡りは？警察、わからない。この好奇者たちの間に、プ、という笑い声が鳴り響く。実際に調書内で少年 A は J 君殺害、遺体切断、共にナイフは使っていない。使おうと思ったが、ナイフを持ち忘れていたことに気づいた。という表現はあるものの、最後までナイフは使っていない。まだ固く捜索で押収したものを調べていないにもかかわらず、元同級生の証言を頼りに、ナイフ、ホラー映画、のことを記者会見で発表するものの、いざ蓋を開けてみれば、そんなものはなかった。と考えればこの不審な、発表すべてが一本の線で繋がってしまう。実際に固く捜索でなかったものをなぜ、押収した、と発表できるんだろうか？理由は、元同級生の証言に食いついた。意外ないだろう。47。ちなみに元同級生が警察に、少年 A が怪しい、と言ったのは6月9日。警察が、多数の地元住民の目撃証言は、当てにならない、という、考え、が記事に載ったのは6月19日。正確な日付まではわからないが、ある日突然警察は、J 君殺害はタンク山、その後胴体部分はタンク山アンテナ、基地内から動かされていない、という見方を強める。根拠は主に以下の2つ。一、実は J 君の膝と靴にタンク山の土が付着していた。二、死犯が一か所しかない。これはこの場所で殺害された後移動していないことを意味する。これもおかしな話だろう。先も書いたように当初警察は、タンク山以外の場所で殺害された、という見方をしていたはずだ。移動していないのならばやはり、公開捜査、で見つけられなかった、ことはどう説明するのだろうか？死後2日経っているのに死臭すらも誰も気づかなかったんだろうか？5月のジメジメした気温の中でもか？おそらくある日を境に、元同級生の証言、のみを頼りに、少年 A が犯人、になるように捜査の、方針を変えていったに違いない。つまり警察は、地元の多数の目撃証言よりも、元同級生の証言の、方が信頼できる、と、考えていた、わけだ。ググってもらえればわかると思うが、少年 A は J 君殺害時悪戦苦闘している。なかなか死なない J 君。入間乗りになったり、
エビ反りにしたりしている。これでは、靴と膝、二タンク山の土が付着していた。どころか、全身謎まみれ、になっていないとおかしいのである。島だらに関しては説明が長くなってしまうので載せないが、やはり、市販が生きたところ、しかないからと、言って、その場所から移動していない、とは一概には言えないのが普通だ。ただし、公開捜査、で胴体部分が見つけられなかったことはなかなか覆すことは難しい。48、それだけじゃない。そもそも、市販、に関しては胴体部分が発見されてからすでに調べているはずだ。調べた上で、第三の現場で殺害され、公開捜査を打ち切った翌日にタンク山に移された、と考えて、いたはずだ。それをなぜ、遺体発見から2週間も経ってからそんな考えになるんだろうか？やはりここでも、元同級生の証言、に食いついたからと考えざるを得ない。14歳の少年では、公開捜査の2日間、遺体を隠すことは困難だ。と考えた警察が捜査の方針を変えた。となればそれなりに説明がついてしまうではないか。ここまで話してようやく、怖い話に移動できるが、この事件が冤罪か、そうでないかは、怖い話には、あまり関係はない。いかにこの事件がうさんくさいものであるか分かってもらえただろうか？少年 A が真犯人であることに越したことはないが、他に犯人がいる可能性も捨てきれない。ところで少年 A はすでに、社会に復帰しているが、最も怖いのは、目撃情報、だろう。犯人逮捕時、フォーカス、で素顔は掲載されているが、当時14歳の少年も成長して顔も少しばかり変わっているに違いない。にもかかわらず、目撃情報は後を絶たない。自分自身は今埼玉県にいるが、埼玉の上司は埼玉県にいる。というところが、横浜にいる友人は、神奈川にいる。という、にちゃんのすれには県にいると数えきれないくらいの目撃情報がある。以前どこかの週刊誌に意見にいるという情報が流れたが、今もそこに住んでるとは言い切れないだろう。何人の榊原がいるんだろうか？正確に言えば、榊原と思われている人物は何人いるんだろう？それぞれの県に一人ずついてもおかしくないだろう。一体何を根拠にその人間を榊原と決めつけて、いるのだろうか？なぜ榊原だと断定できるのか？そしてもし榊原じゃないのに顔が少し似てるくらいで勘違いされいじめのようなものを受けている人間もいるだろう。それが原因で会社を辞めさせられた人間もいるかもしれない。このような勝手な思い込みで何人の人間が不幸な目に遭うんだろうか？これでは元同級生の証言に食らいついただけの兵庫県警と何も変わらないではないか。怖いといえばこれほど怖いことはない。49。まあ、細かいところに間違いがあっても冤罪ということはないと思うな。そんなもん否定すればいいだけだから。52。榊原の事件なら、まだ犯人未明でワイドショーが騒いでる時に、アナウンサーが速報で、容疑者の少年を、って言ったのが衝撃だったなぁ。すぐに、容疑者、って続いて、少年、は、もう言わなかったけど、もうわかってるんだって思った。しかも、少年、と称される年代って衝撃的だった。62、小学校に入ったばかりの頃、同じクラスにいじめられっ子がいた。貧しい家の子で、いつも悪臭を漂わせ、性格も暗くおよそ子供らしくない男の子だった。ある日、公民館の庭で藁の束で遊んでいた時にふと思い立ち、藁人形を作ってみた。オカルト好きな少年だった僕は、予想外の出来栄えに作るだけでは満足できなくなり、翌日九段のいじめられっ子の髪の毛を手に入れ、人形に埋め込んだ。さてあとはどこかに打ち付けるばかり。思い巡らすと少し遠出することになるがぴったりの場所がある。
地元に言い伝えられる犬鳴岩の周りは暗い林になっていて、牛の国参りにはうってつけだ。もっとも夜中に行くわけにはいかないので土曜日の半分の後、半日かけて行くことにした。小学校に入ったばかりの頃、同じクラスにいじめられっ子がいた。貧しい家の子で、いつも悪臭を漂わせ、性格も暗くおよそ子供らしくない男の子だった。ある日、公民館の庭で藁の束で遊んでいた時にふと思い立ち、藁人形を作ってみた。オカルト好きな少年だった僕は、予想外の出来栄えに作るだけでは満足できなくなり、翌日九段のいじめられっ子の髪の毛を手に入れ、人形に埋め込んだ。さてあとはどこかに打ち付けるばかり。思い巡らすと少し遠出することになるがぴったりの場所がある。地元に言い伝えられる犬鳴岩の周りは暗い林になっていて、牛の国参りにはうってつけだ。もっとも夜中に行くわけにはいかないので土曜日の半分の後、半日かけて行くことにした。次に犬鳴岩を訪れたのは数年後の小学校中学年になり、親友と大喧嘩した週末だった。いじめられっ子も健在だったし、すっかり忘れていた僕がなぜまたそこへ行く気になったのかはわからない。とにかく前回のようにまた犬鳴岩にやってくると、以前と何も変わらず、暗い林の中に岩はうずくまっていて、僕が以前人形を打ち付けた名残は全くなかった。前回と同じように、髪の毛は親友のものを使い、首の付け根めがけひとしきりハンマーを振るうと家に帰った。親友とは翌週には仲直りし、犬鳴岩の儀式は記憶の隅に押しやられた。その後覚えている限りでは、小学校高学年の頃に父の、中学生になって兄の髪を持って犬鳴岩へ通った。それらも何事もなく過ぎ去り、もう思い出すことなどないはずだった。63。すっかり忘れ去った記憶が蘇ったのはそれから10年近く経ち、久しぶりに郷里に帰った時のことだった。親友とは未だに付き合いが続いていた。成人して酒を飲めるようになり、旧友たちとの再会に話も弾んでいたある夜。小学生時代のいじめられっ子が、若くして命を絶っていたのを知った。親しくしていた者もいないので原因は推測するしかなかったが、自宅で首を吊ったらしい。話を聞いた瞬間ちらと犬鳴岩での記憶が脳裏をよぎった。しかしあれは子供の頃、虫を無意味に殺したのと同じただの遊びのはず。そう片付け、僕は、かつての旧友の冥福を祈った。時が経ち3年後、就職し郷里からはさらに足が遠のいたが親友たちとの付き合いは続いていた。ある日衝撃的な知らせが飛び込む。遠の親友が、事故で亡くなったのだ。仕事で高所作業中の落下事故で、首の骨を折り即死だった。呆然としながら、やはり記憶のヘリをかすめるものがあった。犬鳴岩の思い出。僕は、いじめられっ子の時と同じく、親友の髪を埋め込んだ藁人形にも首に釘を打ち込んだ。それも2、3年後に、こじつけかもしれないが関係があるのではないか。その直感が間違いないと確信したのはさらに2年後、父が突然の心臓発作で亡くなった時だ。父の人形は、胸に釘を打ち込んだ。偶然かもしれない。偶然かもしれないができすぎではないか。その一年後兄が亡くなった。64。交通事故で頭部がめちゃくちゃになり、葬儀屋はひどく苦労したらしい。兄の人形には、顔面に当たる場所に釘を打ち込んでいた。僕は、オカルト好きだが幽霊の存在なんて信じていない。超常的な現象も不可思議な力もだ。犬鳴岩に打ち付けた藁人形と続いた一連の死については、関係あるだろうと確信しつつ心の底ではそんなバカな、と思っている。いや、そう願いたい。なぜなら犬鳴岩にはもう一度だけ通ったからだ。兄の藁人形を使ってから2年後、中学3年生の時。
人間関係に悩んでいた僕は、やや自暴自棄になっており、自分の髪の毛をわら人形に埋め込んで犬鳴き岩へ打ちつけた。五寸釘で、全身何箇所も。今、兄の死から一年と少し経った。S 剣帽子の中ほどに、犬鳴き岩は今でもあるのだろうか。89、ホラーテラーから、リンク。今から語る話は、僕の母がまだ若かった頃体験した実話だ。いや、実話らしいとでも言っておこうか。あまりにも現実離れしているから、僕も今まで、誰にも話していないくらいだからね。だって話したところで、多分誰も信じてくれないだろうから。僕の母は若い頃、海洋医の兄の元で看護婦をしていた。なので、話の中で看護婦といえば僕の母、先生といえば母の実刑のことだと思ってください。当時の医者は、現在のように役割分担がはっきりしていなくて、来るものは拒まず、皮膚病患者から妊産婦まで何でも見ていたらしい。ある日の夕方、頭に大怪我を負った女の子が医院に運ばれてきた。運んできたのはその娘の父親で、まさに半狂乱の状態だったという。先生は一目で、これは到底助からない、と思ったが、できる限りの手は尽くした。が、その子はやはり助からなかった。娘の亡骸にしがみつき号泣する父親、看護婦はただおろおろするばかりだ。あまりにも哀れで、怪我の理由を聞くこともできない。先生も看護婦も、その親子とは顔見知りだった。いや、顔見知りも何も、その娘を母親の体内から取り出したのは他ならぬ先生だったのだ。看護婦は、泣きわめく父親を呆然と眺めながら、いつも手をつないでいた親子の姿を思い浮かべていた。その親子は、犬がミスジとして、町の者から嫌われていた部落の人間だった。今では考えられないことだが、差別の対象となっていたその村の出身者は皆、犬が見つきだとされ、町の者から忌避されていたのだ。先生は元来物欲のない人で、貧しい者からは一切金を受け取らなかった。ただし無償で診察していたわけではなく、秋には少し米を分けてくれや、とか、うまい肉楽しみにしてるで、とかで済ましていた。そんな人だから部落の者からの辛抱は厚く、一度医院が火事になりかけた時も、消防団よりも早く彼らが駆けつけ、ぼやで済んだこともあったらしい。突然、号泣していた父親が立ち上がる。先生、俺、絶対許さねえ。皆殺しにしてやる。そう叫ぶと、娘の亡骸を残したまま医院を飛び出した。単純に不慮の事故だと考えていた先生は、まずい、と思ってすぐに後を追った。90。看護婦も外に出て、何としてでも父親を止めたかったが、さすがに遺体を置きっぱなしにはできず、先生を待つことにした。先生は一人で戻ってきた。必死で探し回ったが結局見つからず、家まで行ったがもぬけの殻だったらしい。先生は仕方なく警察に連絡した。が、警察にしてみれば、殺しに行ったことがたとえ事実でも、誰を殺しに行ったのかがわからなければ防ぎようがない。医院に運ばれてきたとき、娘には、まだ脈があった。わずかでも意識があって、思いを伝えられる瞬間があったとすれば、知っているのは父親だけだ。警察、先生、看護婦、学校の教師らが手分けして、一軒一軒訪ねて回った。家族の中でイムちゃん、娘の命、の死に心当たりがある者はいないか?と。答えはどこの家も、NO だった。その娘の葬儀は先生が費用を賄って行われ、母親が眠る墓に埋葬された。葬儀の最中、あるいは父親が姿を見せるのでは、という一縷の望みも叶わなかった。母親は娘を産んで一年くらいのちに、風邪をこじらせて亡くなっていた。先生は一度父親を殴ったことがある。
妻が病に伏せていることを先生に黙っていたからだ。出産の時も、娘が熱出した時も金払わんかったから、言えんかった。涙を流しながら話す父親を、先生は思い切りぶん殴った。金なんかいらん言うた野郎が、先生も看護婦も涙が枯れれるまで父親と抱き合って泣いた。ふんらー。傍ららですやすや眠っていたはずの M 子までが三人に加わった。看護婦はその時、心から思ったという。犬が見つきなんて嘘っぱち。みんな良い人ばかりじゃないか。何事も起こらずひと月が過ぎた。失踪した父親のこともあまり話題にならなくなる。そんなある日、ある家から医院に電話がかかってきた。5歳になる長男が泡を吹いて倒れたという。先生が看護婦と駆けつけた時には、すでに男の子は呼吸をしていなかった。心臓マッサージを試みようとした二人は、白目を向いて倒れている子供の体に触れ、異変に気づいた。すでに死後硬直が始まっていたのだ。先生と看護婦は声を失った。顔がみるみる土色に変わっていく。ありえない。先生は子供の服を脱がせてさらに驚いた。痩せさいってあばら骨が浮いた身体は、干からびたように水気がなく、とても死んだばかりのものとは思えなかった。91、先生は子供の身体を裏返してみる。そこにいる全員が凍りついた。背中に紫色のあざがあった。みんな、口には出さなかったが文字に見えた。僕の母は言う。あれはどう見ても、美、だった。死んだ娘、名前が美丸子だったから、さすがにゾッとしてね。時折、奥の間から方向としか言いようのない声が響いてくる。亡くなった長男にとっては祖母にあたる、愛さんが号泣しているのだ。看護婦は子供の父親を見た。先ほどから何やら、ブツ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 つぶやいている。何を言っているのか全く聞き取れない。側に座る母親はもはや放心状態だ。目の焦点が合っていない。突然父親が、家が揺れるかというほどの大声で叫んだ。まる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 。聞き取れなかったらしい。そして座った格好のまま横に倒れ込んだ。先生が父親に駆け寄り何か叫んでいる。看護婦はその時、先生が自分を呼んでいるのが分かってはいたが、パクパクさせている先生の口をただ見ているだけで、何を言っているのか全く聞こえず、身体も動かなかったという。ふと、傍ららに横たわる死体を何気なく見た。背中から何かが出ている。黒い煙のようなもの、いや煙というよりはもっと質感を伴った、黒い面かしといった感じのものが出ていた。それは背中から抜け出すとゆっくりと浮き上がり看護婦の目の前で止まった。彼女はそれから目が離せない。鼓膜が破れてしまったかのような静寂が彼女を包んでいた。視界に入る周囲の狼狽ぶりが何か他人事のように思える。黒い面かしのように見えたそれはいつの間にか、そこだけが深い闇といった感じのものに変わっていた。その中にふと視線を感じ目を凝らす。二つの目が彼女を見つめていた、漆黒の闇に浮かぶただただ黒い二つの目。不思議と怖くはなかったという。突如、彼女は、自分の中から言いようのない悲しみがこみ上げてくるのを感じた。その感情は急激に激しさを増し、抑えることができない。彼女の中で何かが引けた。母は言った。気づくと隣の部屋に寝かされていたのね。兄が心配そうに私の顔を覗き込んでて後で兄から聞いたんだけど、突然気が触れたように泣き出したんだって、散々泣きわめいた後気絶したって言ってた。亡くなった子供の父親は、その後意識は回復したが精神に異常をきたしており、その日のうちに精神病院に送られた。92、長男には3歳になる弟がいたが、一週間のちに原因不明の心臓麻痺で急死。その翌日には母親が首を吊って自殺した。長男が亡くなって10日も経たぬ間に、
その家には祖母である愛しかいなくなってしまった。先生と看護婦は、その家族と M ちゃんとの関わりの有無が、気になって仕方なかったが、聞けるはずもなかった。家に一人残された愛さんのことがかかりで、先生はちょくちょく様子を見に行っていたという。愛さんは気丈にも、私が死んだら誰が墓参りをする、と話していたらしいが、長男の死から約3ヶ月後、町の中央を流れる丸々川に自ら身を沈めて亡くなった。愛さんは先生宛に遺書を残していた。その内容に先生と看護婦は言葉を失ったという。遺解書の内容であるが、母の記憶も曖昧なため、大体こういうことが書かれていた、ということで許してください。先生、この度は多大なるご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳なく思っております。先生の数々の励ましのお言葉、決して忘れません。私は、一刻でも早くあの世へ行って、あの家族に何としてでも会って、土下座して謝りたいのです。M ちゃんを殺したのは私であり、すべての責任は私にあります。先生は多分ご存じないでしょうが、M ちゃんとうちの孫は、とても仲が良かったのです。山に行くときも川で遊ぶときもいつも二人は一緒でした。その様子を私の息子はいつも悠々しく見ていました。よりによってあんなのと遊びおって、息子は常々口にしておりました。私に息子を責めることはできません。息子にあの村のことを話したのは誰あろうこの私なのです。あの村の子供と遊ぶな。今となっては悔やんでも悔やみきれませんが、息子にそう言い続けたのは他ならぬこの私なのです。実は M ちゃんが亡くなった日、あの娘の父親が一度うちに来ているのです。M 子見ませんでしたか？まだ帰ってこないんだが。私は、長男の名、および、尋ねました。M ちゃん知らない？その直後に私が受けた衝撃は、言葉ではとても言い表せません。T は無表情でこう言ったのです。93。M ちゃんなら橋から落としたよ。あんた、何言ってるの？寝ぼけてるの？すがるような思いで尋ねた私に、T は平然と答えたのです。だって M ちゃん、化け物だって、人間じゃないって、お父さんが言ったよ。めまいがしました。夢であってくれ。心底そう思いました。父親はいつの間にかいなくなっていました。T は優しい子のはずでした。私が鬼の子にしたのです。すぐに出頭すべきだったかもしれません。しかし、可愛い孫を殺人犯にするのは、やはり忍びなかった。先生が M ちゃんの死を知らせに来てくださいましたね。その時の父親の様子も。私は、覚悟を決めました。息子と嫁、それに孫二人を天井裏に隠し、私は、父親を待つことにしたのです。息子にそれを指示した時、なんと息子はこう言ったのです。隠れる必要などない。逆に俺がぶ殺してやる。私は、情けなかった。M ちゃんの父親と私の息子、どっちが犬畜生ですか。私は、息子の顔を初めて引っ叩きました。前にも申しましたが、私には息子を責める資格などありません。情けないのは私も同じです。私は、今に座って、父親をひたすら待ちました。何よりもまず彼と会って日を浴びなければ、頭の中はそれしかありませんでした。真夜中、果たして彼はやってきました。手に凶器らしきものは何も持っていません。すべての責任は私にあります。許してください。私は、手にしていた包丁を自分の首にあてがいました。しかし彼には、そんな私の姿など、まるで関心がないようでした。部屋をうろうろしただけで、そのまま家を出て行ってしまったのです。考えてみれば、私が死んだところであの人が許してくれるわけがありません。私は、あの人を全く恨んでおりません。もしも立場が楽だったら私も、鬼にでも化け物にでもなったに違いないのですから。
今は孫のことよりも M ちゃんを抱きしめたい。涙はもう枯れれ果てました。愛さんが亡くなるのを待っていたかのように、M 子の父親の死体が山中で発見された。彼は大木の下で腐っていた。胃や腸を調べた結果、死因は多分餓死だろうと診断された。その大木には何本もの釘が打ち込んであったという。あの家族の写真だとわからなくなるくらいまで。94、小学校の頃の体験。私が生まれ育った地域は田舎の山奥で、小学校も全員で30人くらいの小さな小学校だった。1年生から6年生までみんな顔見知りだったし仲が良かった。私が4年生になった春に新しい先生が引っ越してきた。先生は若くてみんなの人気者だった。先生は学校の近くのアパートに住んでいたため日曜日は友達4人くらいで先生の家に遊びに行っていた。田舎かつ山奥の地域なので本当に古いアパートだった。先生の家に行くと大きな6段のタンスがあった。それは元から家についていたものらしい。そしてソファもあった。私は、ソファの端っこを特等席としていた。座る場所はいつも決まっていた。みんなでワイワイ話したりゲームしたりして夕方はテレビを見ていた。その時だけ、一瞬だけスーッとテレビの画面が切れる現象が起こる。私にだけだ。みんなはなんともない。いつも時間は決まっていないが必ず一瞬テレビ画面が途切れる。気のせいだと思っていたが何回もあると不思議に思い、それを先生に言ってみた。先生は、おかしいねえどこの位置？など冗談で済ましたりせず考えてくれた。ソファに座ってテレビを見ていると見えなくなるということを説明した。すると先生が、私も時々それあるの、と言ってきた。ものすごく怖くなった。先生も怖がっており、日曜日みんなが来た時大家さんに聞きに行こうとのこと。そして日曜日、先生と4人が大家さんを訪ねた。大家さんは、ああ、と言い、何か心当たりがある様子だった。すると何年か前にそこに住んでた人が近くの山で自殺をした。という、みんな震え上がった。それとテレビとの関係はあるのだろうか。でも先生は怖くなり、お祓いを頼んだ。その時、家を隅から隅まで掃除しなさいと言われた。95。そしてみんなでその家の大掃除をすることになった。すべての引き出しも棚もきれいに掃除した。そして最後にタンスを掃除することになった。先生は背が低かったため、タンスの1段、4段しか使っていなかった。5段と6段は開けたこともなかった。1段から4段までは掃除した。そして椅子を使い5段と6段の掃除に取り掛かった。5段目を終え、6段目を開けた。すると、大量の手紙が出てきた。埃だらけになったものすごい数の手紙がそのタンスには詰まっていた。先生は不思議に思い恐る恐るすべて取り出した。すると前に住んでた。自殺した。人へ宛てた手紙だった。差出人は男の人だった。全部一人の男の人からの手紙だった。彼氏だったのだろうか。先生と私たちはその手紙を持ってまたお祓いしてもらいに行った。それからというもの、テレビの画面が一瞬見えなくなる不思議な出来事はなくなった。しかし、そのタンスはテレビとソファのちょうど真ん中の位置に置いてあった。タンスに手紙を取りに来たその女の人の霊が立つとちょうどテレビとソファの真ん中に当たる。だから一瞬テレビが見えなくなる現象が起きたということだった。それまで幽霊は信じなかったが、本当にいるのだと小さいながらに恐怖に感じた。97、先週の話。電車に乗って帰ってる時に外見てたら急に空中を何かが横切ったのね。なんだ、と不思議に思い目だけをそっちに向けた瞬間に前の座席の一番端に座ってた女と目があったんだよ。で、なぜか知らないけど、心臓が止まるぐらいにびっくりして、すぐに前を向き直したんだ。
別に顔も普通で服装も普通の女の人なんだけど、心臓がドキドキしてきて、妙に気になり始めた。もちろん恋のドキドキとかではなくて、何か得体の知れない感じだったのね。それからとりあえず20分ぐらい端の女を気にしつつも見ないようにして、外を見てたんだよね。そしたら再度何かが空中をスーって横切ったのよ。だから目がスーって自然に、追いかけていった瞬間、さっきの女が斜め前に立ってて目があったのよ。98。その顔が無表情で目が真っ黒でじーっとこっちを見てるもんだから怖くなって、うつむいたのね。その瞬間にその女が走ってこっちに来てさ、目の前に立ったの。動揺しまくった俺は、どうすればいいのかわからず、聞いてた音楽を止めて、その女を見上げたんだよね。そしたらその女が顔近づけてきて、連れて行こうか?って聞かれたのよ。あまりの怖さにすぐに席立って横の車両まで逃げて、次の駅で降りたんだけど、怖くて怖くて。数分後落ち着いてきてあたりを見渡したらその女がいなかったから、次に来た電車に乗ったんだ。そしたらその電車で人身事故が発生。誰か飛び込んだらしいんだ。その瞬間に窓の外にさっきの女と似た服着た体が転がってるのを発見。中はパニックでおばさんとか女子高生とか叫んでたけど、俺も叫びたくて叫びたくてどうしようもないぐらいに怖かったわ。99。大学1年。20年ぐらい前。同じサークルにいた。それまであまり親交もない。同級生。愛くん。から、今日、うち。彼のアパート。に来ない?相談したいことがある。と真剣な顔で言われ。彼についてそのアパートへ行った。築20年は経ってるかな。6畳一間、風呂なし、共同便所、しかし家賃は2万円。今では文化財級かも、わら、でも20年前は大学1年なんて半分はそんな感じだった。愛くんの部屋は意外と小ざっぱりした感じ。俺、って、相談って何なの?愛くんは言いよどんでいたが、押し入れを指さして、何かおる。見て。正直、愛くんの必死な顔に笑い出しそうになったけどこらえた。俺、何がおるんや?愛、毎晩あっちから何かが出てくるんや。意味わからん。わらとりあえず霊感な俺は、押し入れの襖を開ける。中身は空。多分愛は片付けておいたんでしょう。愛くんは、そこに何か貼ってるでしょう?見て。言うや否や彼は部屋を飛び出した。100。残された俺は、かなり不愉快だったけど、押し入れの中を調べた。いや、調べる以前に彼が言った。貼ってある。存在が目の前にあった。壁紙用。60センチ四方。のクロスだ。なんでこんなもんが怖いのか。半分腹を立てながら調べる。普通クロスは住宅用のノリで全面きっちり貼ってある。しかし18歳にそんな知識は、ない。それは真ん中あたりが浮いていた。これは、と周辺に爪を立てると、クロスの、紙片を両面テープでくっつけているだけ、クロスはすぐに落ちた。壁を見て全身の鳥肌が立った。一回押し入れ&部屋から出て、隣室の同級生の家に避難してた愛くんに声をかけた。あれ?剥がしちゃったから文房具屋さんで両面テープ買ってきて。引きつり笑い。俺が見たもの。左下。床下から2から10センチあたり。に、推定5から6歳の子供が赤いクレヨンで描いた。顔の絵。顔の上には、お母ちゃん。と書いてあった。まずこれが異常だ。いくら寝そべってを描いても、子供とは言ってももっと視線は、高いはず。普通すね、膝より高い位置しか子供は落書きしないし。俺が取り外したのは、クロスの右下の赤クレヨン。お母ちゃん、と多分同じ筆跡で、中村雅子62歳。
101。愛くんが両面テープを買ってきて、クロスを貼り直してたら、当然、愛くんが聞いてきた。何かあった？何もなかったと言ったら、愛は剥がして自分で確認するだろうな、と思った。だから、左下だけめくってみせて、前の住人の子供が落書きしてたんだよ。それだけのこと、わら。愛くんはそれでも気持ち悪い、と翌年近くのワンルームに転居した。後日談がある。その翌年、大学関係で斡旋されて、あのアパートに同じサークルの1年生が1人、入った。愛くんの部屋に入ったのも同じ大学の1年生だったらしい。1年の後期に入った頃から。おかしくなり始めて、夜中の2時3時にアパート中のドアを殴って、うおおおお。助けて。助けて。殺されます。お願いです。助けてー。数日後、親が引き取りに来てその後は不明。らしい。数年前帰省してレンタカーで、大学時代の思い出をたどった。あのアパートはもうなくて、立派な民家が建っていた。106。あれは1年ぐらい前のことだと思う。俺が青梅にある有名な心霊スポットに友達何人かと言ったんだ。その時もカメラのシャッターが降りなかったり、音声認識のカーナビが無音状態の車内で突然起動したり、変なことはいろいろあったんだ。でも本当におかしかったのはそれからだった。その3日後ぐらいだったと思う。その夜、寝ていた時に突然内臓のどこかというか下腹部が猛烈に痛み出したんだ。本当に痛くて血を吐いたり、痛みでベッドの上をのたうち回った。救急車を呼んで病院でレントゲンやらいろいろ検査したら、小腸20センチくらいの錆びた釘が入ってるって言われたんだ。手術で取り除いた外傷に、なんでこんなものが入ってるの？って聞かれたが答えられるわけもない。飯に紛れ込んだとしたって明らかに気づくし飲み込めるはずない。突然夜痛み出したのもおかしいし、俺にはあの夜にいきなり釘を腸にぶち込まれた気がしてならない。なんだか得体の知れない恐怖に襲われた。結局あのトンネルが関係あったのかどうかは今でもわからないが、多分人生で一番シャレにならないくらい怖かった。115、17、8年前の話。中学生の分際で朝刊を配る新聞配達のバイトしてたんだけど、その時に配達を任されてた場所が、大きな団地一棟とその周りだけだった。その大きな団地で起きた体験なんだけど、その大きい団地はその頃の建物にしては階層が高くて地域でもかなり目立つ建物だった。その高さのせいかその団地で何度か飛び降り自殺があってね。そんなことがあったから、その団地にはお約束のようにいろいろ噂があったんで、その、団地の担当になった時は本当に嫌で仕方がなかった。怖さに慣れるのに1ヶ月以上かかったけど、なんとか慣れてきた時のこと。その団地の配達をするときは、まずエレベーターで一気に最上階まで行って、そのフロアを配り終えたら階段で1階ずつ下っていく、という方法で配って、いて、その日もそれで配り終えた後に一つ仕事を忘れているのに気づいた。その日はたまたま新聞と一緒に封筒を入れなければならない家があって、その、ことを忘れていて、映画のチケットだったかな預かってた。また戻る羽目、になった。その家が11階だったんでエレベーターを使い、その家に封筒を入れてエレベーターのところまで戻ってきた時には、エレベーターは最上階で止まっていた。普段は下りで乗ることはないけど、その時はもちろんエレベーターを使おうと、少し上の最上階から降りてくるの待ってたら、一つ上の階でエレベーターが、止まった。エレベーターのすぐ横に階段があるので、誰かが上にいたら気配、や音ですぐわかるような状態なのに、そのどちらも全くなかった。エレベーターに乗り込む気配も音も、もちろんしない。116。自分は霊感とかは全くないけど、その時はものすごく嫌な感じがしたのは覚えている。その後なんというか固まってしまったというか、情けないがビビり、
切ったとでも言うのか、そのエレベーターが自分がいる11階に来る。まで手足に鳥肌を立たせながら動けないでいた。そして自分のいる階でエレベーターが止まり扉が開いた。中が見える前に髪の毛がそうけ立つように思えたのは、あの時が初めてだと思う。中には二人乗りっていた。オレンジ色のレインコートのような感じのものを着た小太りの女の人と、その、子供らしき、同じくレインコート。ピンク色。を着ている女の子が、手をつない。でこちらに背を向けて立っていた。扉が開いてしまるまでの間、10から20秒程度だったと思うけど、自分には、永遠の時間のように長く感じた。その間二人は全くこちらを見ないし、ピクリとも動かなかった。それが生きてた人であろうとなかろうと、もう自分には関係なかった。怖かったけど階段で降りて、戻って速攻やめることを告げて静止も聞かずに、家に帰ってしまった。後で他の配達員に聞いたら、自分と同じ体験をした人はいなかったようだけど、変なもの、変な声を聞いたとかでやめていった人は結構いたみたい。119。私の姉の話で、私自身が体験した話です。私の姉は過食症でした。高校2年の頃から姉はよく食べるようになりました。もともとよく食べる方だったのですが間食も増え、一回の食事の量は二人前は当たり前。自発的に運動は少ししていたようですが食欲は増すばかりで、今まで標準体型だったのが3年の夏にはどう見ても肥満体型に。それが過食症だと私は、うすうす気づいていたのですが、家族、特に母、はほとんど姉に関心がなく、見て見ぬふり。姉はおとなしい性格で母や父のせいもあり学校や友達の話などほとんど語りませんが、学校での成績は中の中、運動神経は中の上。友達は少人数ながらもよく家に連れてきたり、遊びに行ったりと充実した様子で、誰に対してもいつもニコニコとしてよく接していました。ですが、夏頃になるとそれが顕著になり私が心配して、お姉ちゃん、大丈夫？ちょっと食べ過ぎだよと言うと、え？何が？大丈夫だよ大丈夫、後で運動するから。と笑ってはぐらかすようになりました。母はといえば、まるまる太ってもなお際限なく食べる娘が醜くなったのか、お前は家を食いつぶす気か、それ以上その食生活続けるなら家を出て行け、と怒鳴りつけてしまいました。姉は少し悲しそうな顔をしましたが反論することもなく、次の日からすっぱりと普通の食事量に戻りました。一週間経っても何事もなかったかのようにその食事を続けていたので、私もあれ？過食症ってこんなにあっさり治るんだと思いました。120。しかし、そんな簡単に治るものではありません。それから2週間ほど減った8月の夜中1時過ぎ。私は、寝苦しさから水を飲もうと2階の自室から1階のリビングに降りていきました。私は、癖で電気をつけずに歩いていたのでリビングでライトをつけようとしたとき、奥のキッチンから物音と人の気配が。しかもうっすら明かりが。え、もしかして強盗？と思い用心してライトはつけずにキッチンの方に向かうと。そこにいたのは強盗ではなく姉でした。姉は半開きの冷蔵庫の前に座り込み一心不乱に何かを食べていました。くちゃくちゃとガムを噛むような音がしていましたがライトをつけると、それが何かはすぐにわかりました。生肉です。母が飼っていた、焼いてない生の牛肉でした。しかも食べていたのは生肉だけではありません。座り込んだ姉の周りは鶏肉、生の野菜、ハム、生卵、マーガリン、ソースやマヨネーズといった調味料。後ろの引き出しも開けられており乾物類やホットケーキミックスなどの粉物なども散乱。そして姉が吐いたと思われるおびただしい量の嘔吐物が床一面に広がっていました。私は、パニックになりながらお姉ちゃん、何やってるの？何食べてるの？どうしたの？
と、姉の肩を掴んで慌てて生肉を取り上げると、見たこともない、完全に正常ではない目つきで私を見て、ああ、大丈夫、あはは。大丈夫特徴だけはいつもと同じ、何気ない返事でした。どう見ても壊れた姉に恐怖が限界を超え私は、泣き叫びました。助けてやお母さんという言葉も出ずただ泣いているとそれを聞いた父と母が飛んできて、何これ?あんた何やってんの?おい、どうした?と口々に説明を求められましたが、私は、泣き続け姉も以前と同じく少し悲しそうな顔をしてだんまり。その後また吐き戻した姉を見て急いで地元の病院に駆け込み、すぐに姉は胃洗浄され処置を受けましたが当然お腹に菌が入り回復するまで入院プラス治療。母も父ようやく娘の異常性を認めたようで入院、退院後はそれまでの放任が嘘だったように、姉のことを気にかけるようになりました。姉はというと暴れたり暴言を吐くわけでもなく、その後もただ前と変わらずニコニコと私たちに接していました。今までの異常性については自分でもおかしいと思ってたよ。ごめんなさいと認める発言もあり精神的な面の治療も順調でした。121。姉は進学のため勉強に励み、私も以前と同じ生活、少し優しくなった母と父とでありふれた日々を過ごしていました。そして数ヶ月が過ぎた冬、姉は自殺しました。突然でした。その日は日曜で、姉は朝から夕方まで友達の家に遊びに行っていて、帰ってきて少しして、ちょっと友達の家に忘れ物したから取りに行ってくると出かけたのが最後でした。その前日も、出かける前も、姉には何の変化はありませんでした。以前より少し明るくなったこともあり何の違和感もありませんでした。家から少し歩いたところにある山中で、木にロープをくくりつけて首を吊っていました。倒れた足台のそばにごめんなさいと書いた遺書を残して。それから葬儀などいろいろあり、姉の部屋はあまり触られずあの日のままにしていました。落ち着いた頃、父母と話し合い姉の部屋を片付けようということになりました。私が押し入れの中を整理しているとごちゃごちゃに押し込まれたぬいぐるみや、いらなくなったものの中に3冊のノートが隠されていました。質素な表紙には何も書いてなく、私は何気なくページをめくりました。122、そこには、今日は〇〇を食べた、〇〇も食べた。エスパンあれがまた私の話を無視する。あのグズの話ばっかり聞きやがって。早く死ねよ。いつもいつもいつも同じ場所に集まって気持ち悪い。虫いか、アリいか、トラックとか突っ込んでこい。死ね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 。など、自分が何を食べたかなどの詳細な記載。私たち家族。学校やその他の関係者たちのこと細かな言動や、恨み絡みなどが赤いボールペンでびっしりと書かれていました。日記だったようで、ほとんど毎日全部のページを埋め尽くすほど書かれており、一番古い日付は姉が高校を入学した日でした。さらにその一番古い表紙の裏にはまだ6冊あったけど燃やしたと書いてあり、もっと以前から書いていたことも示されていました。姉が死んだ最後の日の日記は、日付とページの真ん中に円字が落書きしたような絵柄で自分がにっこりと笑って首を吊っている絵が描かれていました。以上が、姉の話です。今では私も両親を恨んでいます。そして姉があんな末路をたどったのはきっと私にも責任があります。なので私もいつか姉と同じ死に方を選ぶつもりです。126因縁。家系にまつわるオカルト21代目。遺伝。からコピペ。長くなりますが、書き込みさせていただきます。私は、友人の間では、幽霊酒、扱いされています。行ったら絶対何かある、と言われているような心霊スポット巡りに、私が同行すると、何も起こらない。自殺者が出た部屋に入居した友人が霊現象で悩まされてた時も、
私が泊まりに行ったら、それ以降霊現象は来たりとやみました。オカルト好きな友人からは、よっぽど強い守護霊がいるんだね、と言われますが、私の後ろにいるのは守護霊というよりも、怨霊に近い存在じゃないかと思ってます。そういうものに守られてるのかな？と自覚したのは、子供の頃です。当時小学4年生だった私は、2歳上の兄と一緒に、母方の祖父母の家に、遊びに行きました。毎年夏休みの間、お盆前後の1週間から10日近く滞在することになっていました。いつもは母と一緒に行くんですが、その夏は初めて子供だけで新幹線に乗ったということもあり、よく覚えています。祖父母はずっとその土地に住んでいたのですが、なんとなく近所とは付き合いが薄い感じで、私と兄は身内以外の同年代の子と遊ぶということもありませんでした。かといって差別されているような雰囲気でもなく、どちらかといえば敬意を払われていたように思います。祖父の地元では盆祭りの時、神社の境内で神楽舞のようなものを奉納するのですが、太刀を持って魔物を追い払うといった役割の舞手は、常に祖父の一族の誰かが務めていました。127。その夏も例年通り、神社で神楽舞が行われることになりました。この年の舞手に選ばれたのは兄で、舞を覚えるため、子供たちだけ先に田舎へ向かったのです。ちなみにこの時、兄だけでなく私も舞を覚えさせられました。兄は退屈な田舎で舞の練習をさせられるのが嫌でたまらず、しょっちゅう、いとこたちと抜け出してはサボっていました。それでもなんとか、祭りまでには一通り舞えるようになっていたようです。祭りの当日、太刀を持つメインの舞手は、朝から神社の拝殿にこもらなければ、ならないというしきたりがありました。兄は最初おとなしく拝殿にこもるふりをしていたのですが、大人たちの隙を見て、私を寝台割りに拝殿に押し込め、いとこと一緒に出かけてしまいました。祖父の田舎には、絶対に足を踏み入れてはいけない山、があったのですが、兄といとこたちはその山へと向かったそうです。祭りの時なら大人たちは忙しくて気がつかないだろう、と考えた兄たちは、神社の裏手から伸びる山道を伝え、禁足地とされた山へと足を踏み入れました。兄の話によると、その山へと入る山道にはボロボロの鳥居があって、道を塞ぐように中連縄が張ってあったそうです。鳥居はボロボロなのに中連縄は新しく、定期的に誰かが取り替えているように見えた、とのことでした。悪ガキだった兄たちはその中連縄を越えて、山へと入りました。奥へと進むに従って、真夏とは思えないほど気温が下がり、なんだか、行く際ような、吐き気を催す匂いが鼻をついたそうです。誰からともなく、帰ろう、と言い出した頃には、少し開けた場所へと、出ていました。そこには大きな岩があり、その岩にも中連縄が巻きつけてあったそうです。皆がなんとなく黙り込み、怖がっていた中で、リーダー格の中学生のいとこが、山に入った証拠を持って帰ろうぜ、と言い出し、その中連縄をほどきました。しかしほどいた中連縄は地面に触れた瞬間、ぐずぐずに朽ちてしまったそうです。その異様な光景に皆が声を飲んでいると、妙な声が聞こえてきました。128。最初は怖がったいとこの誰かが泣いているのかと思ったそうです。しかしそれは、ん?といううなり声で、しかも兄やいとこたちを囲むように、周囲から聞こえてきます。何か、がうなりながら、霧に紛れて自分たちの周囲をぐるぐると回っている。そのことに気づいた瞬間、兄たちはその場から逃げ出しました。皆必死になって山を下り、中連縄を張った鳥居のところまで逃げてきたのですが、その時兄が中連縄につまずき、中連縄はたわんでしまったそうです。兄がほんの一瞬だけ振り返った瞬間、大きく飛び跳ねながら追いかけてくる何かの
姿が見えたそうです。兄たちはそのまま神社に逃げ込み、拝殿へと戻ってきました。私は、というと、兄たちを待ちくたびれて居眠りしており、戻ってきた時に、パニックを起こして泣いているいとこを見て、ただ驚いていました。この時は外で何があったのか、いくら尋ねても教えてもらえず、私は、ただ単に、抜け出したのが大人にバレて怒られたのかくらいに思っていました。そのまま何事もなかったかのように、再び兄が拝殿にこもったのですが、神楽前の、直前になって問題が発生しました。129。神楽前の衣装に着替えているとき、兄の左足首がひどく腫れていることが分かったのです。急遽代役を立てることになり、一緒に練習した私が、前手を務めることになりました。朝までは何ともなかったので、兄は祖父や叔父から、何か悪さでもしたのか、と、問い詰められていました。しかし兄やいとこは抜け出したことを黙っており、大人たちも異変に気づいた様子は、ありませんでした。神楽間は確か、夕方頃から始まり、最初は女性が数人で踊ったりしていたように思います。前の締めはいつも、剣を持った武士が竜のような妖怪を追い払う。踊りで、クライマックスの頃には周囲にかがり火を焚いてあたりを照らしていました。武士の巻いても竜の巻いて、こちらは正月の獅子舞のように、二人一組でした。もう、面をつけるのが決まりでした。そして舞が終わった後、武士の舞手は神社から少し離れた山の中にある祠のような場所で一晩過ごすしきたりになっていました。舞の後、私もしきたりに従い、祠に入りました。一人きりは怖くてしょうがなかったのですが、外には一応、村の人が二人、付き添っていてくれました。時々声をかけてくれたのでそれほど怖い思いはせずに済んだのですが、三畳ほどの大きさの祠の中で、ろうそくの明かりを頼りに一人でいるのは、やはりあまりいい気分ではありませんでした。兄はこれを知っていたので、巻いて追い上がったのだろうかなどと考えました。眠くなったら、祠の中でなら眠ってもいいと言われたので、疲れていた私は、そのうちぐっすりと寝入ってしまいました。しかし寝入ってどれぐらい経った頃かわかりませんが、外からものすごい、悲鳴が聞こえてきて、そこで目が覚めました。130。社の外でもかがり火を焚いていたはずなのに、それが消えて真っ暗になっています。ろうそくの火もいつの間にか消えていて、私は、外にいる村の人の名前を呼んだのですが、返事がありません。ただ、という、うなり声のようなものが聞こえてきます。村の人が怪我をしてうなっているのかと思い、怖くなって、思わず祠の扉を開けました。すると扉のそばにいた私を突き飛ばすようにして、何かが中に飛び込んできました。飛び込んできた何かは祠の中をものすごい勢いでぐるぐると回り、やがてピタリと、止まりました。この日は満月ではなかったのですが、扉を開けると月明かりでかなりはっきり、あたりを見ることができました。そして月明かりが差し込む祠の中に、異様なものが立っていました。剥げ上がった頭に巨大な一つ目、一本足。そんな化け物が、私の方を見ていました。化け物と目が合った瞬間、私は、悲鳴を上げて祠から飛び出しました。ただひたすら集落の方へ逃げようと思ったのですが、あたりが暗い上に、祠周辺は初めて来た場所なので、どちらに行けばいいのかさっぱりわかりません。祠の横の方に細い道が伸びていたので、ただひたすらそちらに向かって、泣きながら走り出しました。そのすぐ後ろを、あれが一本足で飛び跳ねながら追いかけてくる気配を感じていました。やがて少し開けた場所に出たのですが、そこは集落の入り口などではなく、いくつかの墓が並んだ古い墓地でした。隠れる場所も、逃げる場所もない。私は、あれに捕まってしまうのだと思いました。それでも少しでも身を隠したくて、一番奥にある墓の裏手に回り込もうと駆け寄った時です。
不意に墓石がガタリと揺れて倒れ、地面に開いた穴から何かが踊り出ました。131。墓から踊り出たのは、血まみれの刀を下げた鎧武者でした。肩に矢が刺さっており、兜をかぶっておらず、長い髪を振り乱しています。私は、思わず大声で叫んで腰を抜かしてしまったのですが、鎧武者は私には一別もくれず、刀を下げて私が逃げてきた山道へと向かって駆け出しました。少し離れた場所で、というものすごい断末魔がして、それを、聞いた瞬間、気を失ってしまいました。目を覚ましたのは翌朝でした。私と月役の人たちが戻ってこないのを不審に思い、神主さんをはじめとする、祭りの世話役の人が祠に向かい、そこで異変に気づいたとのことです。月役の人たちは特に外傷はなかったのですが、起こされるまで気を失っていたそうです。私は、昼前に、古い墓地でおじに発見されました。月役の人たちは何があったのか全く覚えておらず、私は、泣きながら、昨晩一つ目の、化け物が祠に来て追いかけられたことを大人たちに話しました。すると誰かが、もっけが出たんか、と言い、神主さんが、お見てこい、と、指示を出しました。ちなみに、私が隠れようとした墓石は倒れていましたが、地面に穴は開いていませんでした。132。それから祖父の家に戻され、その日一日、神主さんがずっと私に付き添っていました。その時に神主さんから、一つ目の化け物について説明を受けました。一つ目の化け物は、この辺りでは、もっけ、と呼ばれていること。山の中に住み、山に入ってきた村人を迷わせ、女を犯し、時には食っていたこと。しかしある侍が当時の神主の協力を得て、山の中の岩にもっけを封じたこと。その岩には中連縄をして、岩に続く道にも鳥居を立てて中連縄をし、立ち入り禁止に、したこと。今行われているカグラマは、その一連のエピソードを元にしていること。正直、嘘だろ、と思ったのですが、さすがに自分が見たものを否定することは、できませんでした。すでに皆様お察しかと思いますが、兄たちはそのもっけが封じられていた金域を、犯してしまったのです。神主さんが言っていた、というのは、もっけを封じた岩のことでした。岩を見に行った人の話によると、岩は真っ二つに割れていたそうです。鳥居の中連縄も緩んでいたので、誰かが侵入したんだ、ということがわかり、大騒ぎになりました。そこで兄たちは黙っていられないと思い、大人たちに金域へと足を踏み入れたことを、打ち明けたそうです。兄たちはみっちり叱られていました。兄の左足が腫れたのはおそらく、中連縄につまずいたからだろうとのことでした。133。封じていたもっけが放たれた、と青くなる神主さんに、私は、墓から飛び出した、鎧武者のことを伝えました。神主さんは半信半疑といった顔つきでしたが、やがて私を見て、もっけに追われたのに逃げ切ったという話は、確かに今まで聞いたことがない、と、つぶやきました。神主さんが私に付き添っていたのは、私の体調を心配していただけではなく、もっけから守るためでもあったそうです。同系列の神社の、他の神主さんにも協力を仰いで岩を調べたところ、もっけの気配はきれいさっぱり消え失せていることがわかったそうです。肝心の鎧武者についてですが、どうやらこれは私のご先祖様ではないかとのことでした。祖父の家の墓は菩提寺の墓地ではなく、祖父が持っている山の一角に墓地を設けています。もっけに追われた時に私が逃げ込んだのが、この墓地だったわけです。祖父の家の祖先をたどっていくと、何でも平家の内武者になるとのことですが、本当かどうかはわかりません。ですがこの出来事以来、私は、
霊感があるという人から高確率で、あなたに武士の守護霊みたいなものがついている、と言われるようになりました。守護霊みたいなもの、という表現が、少々引っかかりますが、ある人からは、守ってくれているけど、決していいものではない、と言われました。そしてカブラマイですが、祖父が住んでいた地域は現在、市町村の統合などで地名が、変わり、祭りの形態も変わったと聞いています。私も兄ももっけが出た夏以降の数年間、祖父の家に泊まりに行くことはありませんでした。神楽間は今でもやっているそうですが、兄や私が習った、武士が魔物を追い払う前は、もうやっていないそうです。長々と失礼しました。134-949 です。少しだけ補足させていただきます。アトロの人が平家の落人だからなのか、八幡宮系の神社に足を踏み入れると高確率で、体調不良になります。高校の時、修学旅行で京都に行ったのですが、戻ってから高熱が出て大変でした。幽霊酒。で友人の部屋に行った後はひどい帯状疱疹に悩まされたのですが、そちらはただタイミングが悪かっただけかもしれません。あともっけですが、鳥山石燕の根弱絵図属百均に、よく似たものが載っていました。そちらでは山生と記載されていましたが、ただ私が目撃したのは腰身の姿ではなく、ボロボロの着物をまとっていました。おじに聞いてみたところ、もっけを封じた侍も祖父の祖先だそうです。ただこちらは源平合戦の頃の話ではなく、もう少し時代が新しい伝承とのことでした。135、前の締めはいつも、剣を持った武士が竜のような妖怪を追い払う、踊りで、神楽間は今でもやっているそうですが、兄や私が習った、武士が魔物を追い払う前は、もうやっていないそうです。これ前途では竜という言葉が入ってるけど、竜のこと、ではなくて、あくまで竜のような、魔物、でいいのかな？ちょっと、竜って言うとありがたいイメージがあるから、竜に属するのか、魔物なのか、気になる。先ほどもう一度、おじに聞いてみました。数年前に祖父が亡くなったため、今伝承に一番詳しい親族はおじなので、八幡宮にお参りしない方がいいというアドバイスをくれたのも、おじでした。前でもっけ封じを再現するにあたって、触りが出てはいけないということで、もっけの姿をそのまま表すのではなく、竜のような形にしたそうです。今まですっかり忘れていたのですが、そういえば魔物の面は一つ目でした。額に角がついた面だったので、子供の頃の私は、その魔物を、竜、と認識していたようです。しかし、触りがあるかも、というのなら、なぜわざわざ舞を作ったのか。少し奇妙ですね。139、俺が住んでるところから車で20分ぐらいで行ける山奥に、カルト教団が出入りしているっていう噂の神社がある。今からちょうど7年前2000年の夏のある日、友達の家で夜遅くまでいろいろ話をしていた。当時高校生だったんだけれど友達は定時制に通っていたため原付の免許を持っていた。そしてそのうちやることがなくなったから原付に二人乗りしてどっか行こうということになった。まあその当時はゆる悪ガキだったので、警察に見つかるとまずいからおのずと人気のない道を走ってたら、いつの間にか、の神社がある山道に入っていた。その時は神社の存在は知っていたがそれにまつわる噂話は何も知らなかったため、特に恐怖心を感じることもなく横を通り過ぎたんだけれどその直後異様な光景を目にすることに、深夜の山奥だから原付のライト以外何も光がなく真っ暗だったんだけれど、神社をちょっと通り過ぎた場所の木々の間から車のハイビームみたいな強い二つの光が見えた。自分たちが今いる道以外に近くに車道はないから不思議に思った友達が、え？車？とか言いながら原付のエンジンを切った。二人で原付を降りる。
140。さっきまでエンジンの音で気がつかなかったが結構な大きさの足音が聞こえてきた。それも複数の。登山事情に全く詳しくない俺は、心の中で深夜に誰かが登山しているぐらいにしか思ってなかったんだが、森の中へ入ってその光の方へ近づいてよく見たらその足音は装束を着た人たちのものだった。強烈なハイビームみたいな光が五光となっていまいち色はわからなかったけれどおそらく白装束だった。これちょっとやばいんじゃない？ひそひそと話しかけてくる友達。でも根っからのオカルト好きな俺は、不思議な光景に興味津々でもうちょっと見ていようって。帰りたがる友達を引き止めて遠くから木々の奥にいる集団を見ていた。ある方向に向かってぞろぞろと歩いていく集団。その中に何かを運んでる人たちがいた。その運ばれてるものはバタバタ動いてて、シルエットが明らかに人間だったので、妙だなと内心ヒヤヒヤしつつ目を凝らしまくってみると案の定人間が二人の人に、手足をつかまれた形で運ばれててしかも格好は装束じゃなく、普通の格好でフルフェイスのヘルメットをかぶってた。かなりその人暴れてたんだけれどヘルメットのせいか声は聞こえなかった。その瞬間想像力豊かな俺の中で、あの人は今俺らがいた道を一人バイクで走ってる最中にこの連中に誘拐されて今から殺される、っていうストーリーが勝手に出来上がってさすがに怖くなったからすぐ道まで引き返して帰った。後日、運ばれてる人のあの暴れ方的に本当に、何かの事件かもしれなかったから友達と警察まで説明しに行ったけれど、ガキのたわごととして真面目に扱ってくれず、結局近隣で行方不明になった、人がいるっていうニュースもあれから一度も耳にしていない。噂話を知った今聞くとゾッとするけれどあれは何かの儀式だったんだろうか。このスレ読んでても思うけど呪いとか部落の事情とか日本にも裏っていろいろあるんだろうね。144。今までロム線だったんだけど、先日爺様が亡くなった折、うちの家系は呪われているという話を父から聞きました。派手な体験談はありませんが語らせてください。私自身伝え聞いた話なので単調な話になると思います。申し訳ありません。あと、一応すべて事実です。もともと番外地の家で、日当たりの悪い一族でした。しかし終戦後、当時曾祖母が経営していた売春宿が繁盛してお金はそこそこにあったそうです。さあ、戦争終わってドタバタしてる間に稼ぐぞ。と意気込んでいた矢先に復縁してきたひいじじ。薬丸の偉い人だったとか、が急死。ひいじじの急死を皮切りに親族の男だけがバタバタと死んでいったそうです。ちなみに死因は病死と聞いています。死亡者が二桁になった頃、これはただの病気じゃないんじゃね。という話になり、よそから霊剣新たかな坊様に来てもらったらしい。で、坊様曰く、家に大変なものがついている。とてもじゃないが私では沈められない。とのこと、しかしそこは万歳一の無法者。嘘やーん。と一周して放置した。当然呪いは続き、ついに親族の中での男は、まだ幼い祖父だけになってしまった。145、危機感を感じ始めた女衆は頭を抱えた。大した家ではないにしろ跡取りがいなくなってしまっては家が続かない。しかし今頃どう対処すればいいかもわからない。そこで、幼い祖父を遠い遠い親戚の家に養子に出した。家が呪われているなら一度、家、から出してしまえばいい。とのことらしい。しかしそれでも養子先で呪いは続いたそうで中学を上がる頃に放逐。実家からもなぜか拒絶されて、つきものが祖父に移ったか。全国オルテンシーマに至るそうです。現在血筋を引いていて生きている男は父と私の二人で、一人死産になっています。共通して男は体が弱く、子供の頃に命を落とすような事故、病気をしています。問題なのは祖父が亡くなる直前から父に霊障が出始めているということで、もしかしたら私も受け継ぐことになるかもしれません。
具体的に何に疲れていたのか、呪いは続いているのかなどはっきりわからないことも多いんですが、最後に私と父を金縛りにして襲った霊を記します。父、髪の長い女、白い服を着ている。私、白いワンピースを着た女、髪長め、黒くてでかい影、等身大一末人形の生首、女なのは共通、男は出ません。決まって白い服を着ておりロングヘアー。私は、下半身だけ目撃することが多いです。ちなみに回数は父のが多いです。父の寝室によく出るので子供の頃から妹と私は、父の寝室を避けてます。金縛りや見ること自体は割とあるんですがなぜか悪意は感じません。こちらをそっと見てるだけって感じ。170。そんなに怖いかわからんけど、墓に姪っ子が入ってから、タンポポがめちゃくちゃ生えてくる。ボーボー生えてくる。兄の子なんだが姪っ子はタンポポが大好きで、7つで急性の病で死んでしまったんだが、病室でもしきりにタンポポ持ってきてって言うんだ。春じゃないからタンポポないよって言ったらすごく悲しそうな顔する。だから代わりに花屋でオレンジのガーベラを買ってしょっちゅう持って行ってた。墓の周りはなぜかタンポポだらけ。あまりに生えるから抜いてもまたボーボーになる。174。抜いてやるなよこういう話ダメだ。悲しいな。172。夜9時過ぎに電車を降りて車が止めてある駐車場まで歩いていた。その時手で携帯を握って歩いてたんだけれど、サイドボタンのどれかを押すとカメラ&ムービー撮影モードになるらしく、歩いてたら急に携帯からピーっていう音がしてそれに気づいた。シャッター音がカメラの音じゃなかったからムービー撮影してることがわかったんだが、周りに人がいたので盗撮してるとか思われたら嫌だとすぐさまカバンにしまった。10分後ぐらいに帰宅して携帯を見るとムービーは、まだ撮影中だった。暇だったので保存してそのムービーを見ることに。感度の悪いカメラだから画面は延々真っ暗でザッザって歩く音とか、カバンに入れた時のガサ、って音だけ聞こえてくる。そしてバン、って車のドアを閉める音がした。俺は、いつも結構な音量で車の中で CD を流してるからカバンの中に入っているとはいえど、それもムービーに入ってるはずだし、アイドリング音も多少は感知するはずなのに、その晩、って音以降なぜか全くの無音。でもそのうち、ふんふふ、って変な女の声が聞こえてきた。車のドアを閉める音がしてから2分ぐらい経ってるからタイミング的に、CD でもアイドリングでもなくおかしい。次第にそれは大きくなっていき、ふふ、ふ、ふふふ、って、笑ってるんだか泣いてるんだかわからない声が延々続いて、しまいにはムービーが終わるまで、すなわちさっき帰宅して撮影終了のボタンを押すまで声が入っていた。思わず寒気がして部屋の中で後ろを振り返ったりしたけど何もなかった。何かよくわかんないけど怖かった。182。学生の頃の話。友人に部屋の片付けを手伝ってほしいと頼まれた。行ってみると、すごいお部屋。玄関入ってすぐに靴と靴箱の山、廊下は雑誌が整然と積まれていて幅が30センチメートルもない。ワンルームの部屋の床は廊下より一段高くなっており、ふにゃふにゃしていた。ゴミや衣類を積み上げた上にシーツを敷いて隠す、を何回か繰り返し、ミルフィーユ状になっていたのだ。部屋は手前のキッチン側に生ゴミや食べかけのまま腐敗したカップ麺。コンビニフードが山積みになっており、えも言われぬ臭気が立ち込めており、おそらく引っ越してから一度も干されていないであろう変色した布団を境に、奥側は雑誌と新聞がほぼ天井まで積まれていた。183。あまりの惨状に、気をつけて歩いて、と言われていたのを失念してしまった。周期と閉塞感から逃れようと一歩踏み出したとき、
足元にあったレジ袋を踏んでしまった。途端に飛び出す真っ黒な虫たち、驚き後ろに飛び返った瞬間、足場の悪さもあり、雑誌と新聞の山に手をついてしまった。雪崩が起きた。気がつくと全身が完全に埋まっており、視界は真っ暗。動けない。そして耳元で、カサカサ、カサ、カサ、と小さな物音が、救出されるまでの数分間のことは未だに夢に見る。185。この間風邪をこじらせ、会社を早退した。一晩寝たら治ると思ってたが、次の日目が覚めたら体が動かなかった。枕元のポカリ飲むのがやっとで、マジで這うこともできない。カバンの中で携帯が鳴ってても、そこまでたどり着けない。そのない目の前が真っ白になってきて、ああこれやばいと思いつつ意識が飛んだ。そしたら思いっきり鼻を噛まれて目が覚めた。忘れてたんだが俺は、一人暮らしで、猫、メス推定5歳、と住んでいる。不規則な仕事なんでこいつの飯と水は、3日分くらいストックできる自動給餌先使ってるんだが、起こしに来たってことは飯がなくなったってことだ。それにトイレ掃除もしてない。これはいかん、と思って死に物狂いで布団から這い出した。時々ふっと意識が途切れたが、その後猫に噛まれて覚醒。なんとか部屋の真ん中まで来たところでまた携帯が鳴った。必死で出たら会社の同僚だった。何か言ってるが、全然頭に入ってこない。とにかく体が動かないことを伝えたところで本当に意識が飛んだ。186。次にはっきり目が覚めたら病院にいた。医者の話を聞いて驚いたんだが、俺は、過労と栄養失調から風邪がこじれて肺炎になりかけていたらしい。ついでに早退した次の日と思ってたら、すでに3日経っていた。熱で意識がぶっ飛んでいたらしい。同僚が来て救急車を呼んでくれなかったら、本当に死んでいたそうだ。付き添っていてくれた同僚に礼を言った後、猫の世話を頼んだ迷惑とは思うが、飯と水とトイレの始末してもらえば後はなんとかなるからそう言ったら、同僚がちょっと変な顔した。いや、猫いなかったぞ。つうか、猫のものなんかなかったぞ。覚えてないが救急車で運ばれる前、俺はずっと猫のことを言い続けていたそうだ。だから世話をしようとしてくれたそうだが、猫もいなければ給餌先もトイレも見当たらなかったらしい。仕方ないから、コンビニで猫缶買って開けてきたけどさ。そんな役なしいだろ、と言いかけてゾッとした。なんで忘れてたのかわからんが、猫はもういなかった。3月の頭に車に轢かれて死んで、あいつの使っていた桃の全部処分した。そのこと言ったら、今度は同僚が青くなった。俺が電話に出た後ろで、猫がでかい声で泣いていたそうだ。俺は、今朝退院してところだが、連休に入ったら墓参りに行くことにした。209。数年前知り合い A が、訳あり物件、に引っ越した。立地は、いいもののちょっと手を伸ばせば隣の建物の窓が開けられるぐらいの感覚で、真横にアパートが建っていて家賃は2万円ちょっと。隣のアパートと隣接した部屋は日当たりも悪いためずっと物置部屋のようにして使っていた。ある日その物置部屋に置いたであろう何かが必要になって久しぶりに部屋の中へ入った。しばらく物探しをしていた最中にふと窓に目をやると隣のアパートの窓の向こうに人がいて、こっちを見ていた。A の部屋の窓は普通のガラスで、隣のアパートの窓は曇りガラスだったため、実際はこっちを見てたかはわからないらしいが、とりあえず顔は A の部屋の方を向いていたらしい。その後数十分そこにいたらしいが、部屋を出る際にまた窓に目をやると、まだその人は窓の向こうにいて、全く動いた様子がないから A はマネキンかな?と思ったらしい。翌日また用があって物置部屋に入った。案の定隣のアパートの窓の向こうには人の顔。マネキンだとしても気味悪いからこっち向けておいておくなよとか思いつつ、気にすることもなく用を済ませて物置部屋を出た。それから3日後ぐらいの夜、仕事から帰ってくると、
隣のアパートの前に救急車とかパトカーとか止まっていて、なんだか物々しい雰囲気になっていた。その日は疲れていたため何が起こったのか気になったが寝てしまった。次の日、隣のアパートの住人に、昨日何が起きたんですか？と聞いた。あの部屋で男の人が首吊って死んでたみたいだよ、みたいな感じで教えてくれた。あの部屋と言った時に、その人が指を指した部屋は、A の物置部屋と隣接していた部屋だったらしい。しばらくして A はあれってもしかしてとマネキンのことを思い出し、すごく怖くなりすぐ越したそうだ。人から聞いた実話では、これが一番怖かった。287。これはさっき母から聞いた話。母も知人から聞き、その知人も別の知人から聞いた話。4年の 3.11 にあった東北地方の地震、その前からそれを予知した、知恵遅れの子供の話。その子供は、3.11、ぐらぐら、と、何度も言っていたらしい。地震が起きた後はぱったり言わなくなった。最近、5.22、東京ぐちゃぐちゃ、というようになったらしい。皆さん地震には気をつけて。何もなければ、それが一番いいこと。何も起こらないことを祈るばかり。290。コピペパクリな上に、解約かよ。そんなに、自分の投稿だってことにしたいのか？俺は、オリジナルの方が好きだったわ。311グラグラ。522ぐちゃぐちゃ。リンク。5月22日に大災害。311ゆらゆら522ぐちゃぐちゃ。ノーアサトは、リンク。289。東京行ってしまったか。こやなしだな、わら。292。おばあちゃんの家は東北のものすごい山奥にあって、隣の家まで数キロある。日暮らしみたいないい感じの田舎じゃなくて山の斜面にあって、築150年くらい経った屋敷。以前は学校として使われていたこともあって、俺は、子供の頃から怖くて嫌だった。奥の使わない部屋にはなぜか天正大臣の絵とかあったりして、俺のおじいちゃんが死んだのがお盆の頃の8月15日なのさ。だからうちではお盆とじいちゃんの命日と同時に行うのさ。もっともじいちゃんは俺が生まれた2年後の平成元年に亡くなったから、俺は、全く記憶にないんだが。俺が小学生の頃のお盆、俺は、家族とおばあちゃんの家にお盆に参った。じいちゃんの亡くなった時間が確か午後8時半くらい。晩飯をみんなで食べていて、じいちゃんの分も机に置かれていた。そして、じいちゃんの亡くなった時間になったその時だった。机がガタ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 とものすごい勢いで揺れ出した。家族全員ビビって、はじめは地震かと思ったが他のものは揺れていない。俺と姉はマジ泣きし、母さんや親父もビビっていた。ふとその時、いろりの横にある廊下を、誰かがタタタと走っていく音がした。ケケケ。とはっきりと高い声が聞こえた、俺を泣き。293。やがて声も音も聞こえなくなり、机も揺れなくなった。皆が安堵しつつもパニックであった。その時、ブレーカーが落ちた。俺発狂寸前。普段は照れて嫌がるのに母さんに抱きつく。母さんも泣き、親父もパニック。おばあちゃんはなぜか冷静。待ってな、今ろうそく持ってくるから。暗闇に消えるおばあちゃん。先にも述べたが、家の周りは山。林を風が通る音が怖い。おばあちゃんなぜかろうそく持ってくるの遅い。その時外で、救急車のサイレンが聞こえる。おばあちゃんの家は斜面にあり、砂利道でコンクリートの。道路まで数キロあり、救急車などはここまで来れない。なぜかすぐそばに聞こえる救急車のサイレンがなかなか止まない。家族4人抱き合ってひたすら時が過ぎるのを待った。親父も自分の家なのに怖かったらしい。
今考えたらろうそくじゃなくて懐中電灯持ってきて欲しかったよ。ばあちゃんがろうそくを持ってきた。南無阿弥陀仏と書かれた。俺それ見て泣く。やがてブレーカーが直り、サイレンもいつの間にか消えていた。家族皆放心状態だった。おばあちゃんが言う。さっきのあやじいちゃんの友達だねー。子供の頃川で死んだ。おやじ、なんでわかんだ。ばあちゃん、さっきろうそく取りに行ったらじいちゃんがいてねー。健三くんにいたずらするなって怒っておいた、って言ってたよ。それ以来じいちゃんには悪いけどお盆の時期はおばあちゃんの家行かないようにしてる。301。おととしのそう今頃の季節、夜中の2時過ぎくらいの話。当時仲の良かった女友達の M を誘って、夜から車で山の近くの川に来ていた。目的は花火。場所は結構山に囲まれててその川は奥から流れてきてる。しかし、道路も最近通ったのでうってつけだった。花火を一時楽しんだ後、車に戻り二人でだべっていた。外は冷えていたので窓がだいぶ曇っていることに気づいてなかった。数濃く、突然天井に、ドスン、と音がした。まるで何かが上に降り立ったようだった。周りの暗さも相まって俺たちは心底驚いた。M は少し取り乱したように、何、何、と慌てふためいている。だが俺も怖い。何なんだよと外に出て、恐る恐る天井を確認したが何もなかった。反対側へと回ったが何も落ちていない。M が助手席の窓を開けて確認してきたので返事を返す。やばい空気だ。そう思って車を移動させようと運転席に戻る。M も不安そうな顔だ。ちょっと軽いノリで気持ちを軽くしてやろうと話しかけ、シートベルトを締めた時、ドアミラーを見て旋律、後ろ窓に手のひらの跡がある。後ろは確認していない。もう一刻も早く移動しようとエンジンをかける。かかった瞬間、フロントのボンネットに子供の靴が落ちてきた。M も俺もまともな心境でいられない。リアに入れ、バックで一気に道路まで下がった瞬間、M が絶叫した。俺は構わず展開し、車を全速力で走らせその場から逃げた。街の明かりが見える市街に戻ってきてから、M に最後の叫びの理由を尋ねたところ、どうやらバックした時、俺は、後ろを向いていたわけだが、俺の横窓の曇りガラスに、後ろから前に引きずられるように、手のひらが滑ったらしい。その川の近くの一軒家に住む家庭が4年ほど前に、一家心中をしたという事実を聞いたのは数日後だった。317、先日体験した話。俺とオカルト好きな友達とその友達の彼女で心霊スポットに行ったんだけど、俺の地元だとかなり有名な心霊スポットだ。もう使われていない、古いトンネルがそのスポットで昔、殺人事件があったらしい。俺たちは友達の軽自動車でそのトンネルに向かった。時間は深夜1時くらいだった気がする。俺とその友達はオカルト好きで、いろんな心霊スポット巡りをしていたがおそらく霊感とは無縁の人種なのだろう。幽霊を見たことがなければラップ音も聞いたことがないのでそう思っていた。俺たちさ、霊感とかないと思うんだ。だからさ最後に丸々トンネルに行ってみようぜ。それで見えなきゃ心霊スポット巡りも今回でおしまい。そういうことを友達が言い出したのが先日そのトンネルに行ったきっかけだ。そのトンネルは地元ではサイフスポットで、俺たちがまだ小さい頃から。あそこだけは行っちゃダメよ。ついてくるからね。みたいに周りの大人たちから言われていて、オカルト好きな俺たちもさすがに手を出さずにいた。友達の彼女はいわゆる、霊感少女。某SNS のオカルトサークルで知り合ったらしい。その彼女は俺たちがそういう怪しい場所に行くことを嫌っていて、以前何度か誘ったことがあるがすべて断られた。本当にやめてよ。そんなところ行って、もし〇〇に、友達、ついて、そのまま連れて帰ってきたら、あたし何も言わずに別れるからね。いつもそう言って断っていた彼女が今回参加する理由は、
本当に危ないところだかららしい。もう使われていないトンネルだが、その近くを車で通過するだけで寒気がするのだそうだ。これで最後って約束してね。私が危ないって言ったらそれ以上は進まないでよ。トンネル M 校舎内でそう何度も繰り返していた。わかったよ、と何度も適当に返事をしながら車を運転する友達の隣で、俺は、いつもとは違う不安な感じがしていた。後部座席にいつもはいない霊感のある彼女が座っていたからかもしれない。318。トンネルが使われなくなったのはかなり昔なので、トンネルはもちろん、そのトンネルに通じている道路も封鎖されている。今は新しいトンネルが別に作られていて、その新トンネル手前の脇道が旧トンネルにつながっている。その脇道にたどり着いた時はすでに深夜2時前だった。俺も友達も初めてその道を通った。舗装されて綺麗な新トンネルから付近からまだ5分ほどしか走行していないのに、雰囲気が全く違っていた。あたり一面に木が生い茂っていて、車が一台通るのがやっとくらいの幅の道路だ。木の枝や葉の間から少しだけ空が見える。古いアスファルトはひび割れて凹凸があり、ひどく車が揺れる。それからその道を15分ほど走ると、前方に鉄門が現れた。道路を塞ぐ大きな門だった。ここまで来ていれないのかよ。ちょっと降りてみようぜ。ここは、まだ大丈夫だろ？友達が後部座席の彼女にそう聞くと、うん、まだ何にも感じない。と答えた。車から、降りてみるとその錆びついた門が異様に不気味に感じた。鉄門は太い鎖に軟禁状で固定されて外れそうにない。登るか。友達がつぶやくように言って俺も賛成した。友達が、車に積んでいた工具箱からペンチを持ってきて、鉄門の上の有刺鉄線を切っている間、彼女と少し話をした。本当に大丈夫？なんか口数減ってない？大丈夫。何にも感じないし、行こうよ。少しにやけながらそういう彼女に少し寒気がした。そんな場所に、行こう。なんて、彼女の口から初めて聞いたからだ。おい、いいぞ、ほらお前今日はスニーカーで来てよかっただろう？と。有刺鉄線を切り終えた友達が鉄門の向こう側から彼女に言った。うん。と彼女は明るく返事をして俺よりも先に門をよじ登り、勢いよく飛び降りた。着地と同時に、と鳴り出して地面にしゃがみ込んだ。足を痛めたのだろうと思って俺も急いで門を乗り越えた。大丈夫か？と俺と友達が呼びかけるが返事はなく、うなり続けている。319。しばらくそのままの状態だったので、もう戻った方がいいんじゃない？と俺が言うと同時に彼女が立ち上がり真上を向いて、ギャー、と叫び出した。俺は、異様な光景で、頭が混乱していて、静かにしないと、静かにして、と何度も繰り返す。友達は彼女の肩を両手で押さえて揺さぶりながら、おい、おい、大丈夫か？と話しかける。彼女は急に叫ぶのをやめると、友達を両手で突き飛ばした、くぼんだ道路の水たまりに尻餅をつく。うつろな目の彼女が俺と友達を交互に何度か見た後、おそらくトンネルがあるであろう奥の道に向かって全速力で走り出した。運動会とか体育の授業の時みたいになり振り構わず振り乱すようにして深い闇の中に消えた。俺たちはしばらく硬直していた。水たまりが小さく波打って、友達が震えているのがわかる。あいつどうしちゃったの？あんな彼女見るの初めてだよ。どうしちゃったんだよ。何か見ちゃったのかも。とにかく追いかけないと。友達に手を差し伸べながら俺がそう言うと。ダメだ、立てそうにない。腰やられてる。ダメだぞ。これ以上奥に進むのは嫌だ。もうここにいたくない。絶対嫌だ。と俺の手を振り払って、いきなり友達が怒鳴り出した。お前、何言ってんの？
お前の彼女だろ。俺そう言い終える前に、さっきまで怒鳴っていた友達が急に。ダメ、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 ダメ。と、ゆっくりと繰り返しつぶやき始めた。水たまりの水を手のひらですくって自分の両腕にこすり込むように塗りつけながら、ダメ、ダメ。と繰り返す、俺の瞳を見つめたままで。俺は、その友達が不気味で恐ろしくなり、もういいよ、お前はここで待ってていいから、俺が彼女を連れ戻してくるから。と逃げるようトンネルの方に向かった。俺もその場所にいたくない、というよりも少しでも早く友達から離れたかった。小走りで道を進んでいく、五分か十分かそのまま走るとトンネルの入り口が見えた。なぜかそのあたりだけ薄く光が当たっているかのように古臭い石造りの輪郭が際立って見える。夜道に目が慣れたせいかもしれないがわからない。320トンネルの入り口は汚れた背の低いガードレールでバリケードを作っていただけで、簡単に乗り越えることができたが、内部に一歩入ると足首の近くまで水が溜まっていて、靴の中まで水浸しになってしまった。俺は、ジーンズの裾を膝まで折り曲げて携帯のライトで周りを照らしてみることにした。ライトをつけ、あたりを見渡す。携帯の弱いライトでは自分の周囲に、3メートルを確認するのがやっとだったが、足元の水は奥の方まで溜まっていそうだった。一週間ほど前から雨の日が続いていたけど、それほどまでの豪雨ではなかったので、どこかから湧いて出た水が溜まっているのだろうと思った。暗闇の中で一度、彼女の名前を大声で呼んでみたが返事はなく、張り詰めた空気を切り裂く自分の声だけが虚しく響いて余計に恐怖が増した。スニーカーと靴下は水を吸い重く何度も脱げそうになりながら、先を進む。トンネルは俺が思っていたよりもはるかに長かった。徒歩ではなく車やバイクで通ったとしても長く感じるだろうと思う。街灯のないトンネルは、まるで未開の洞窟か大きな防空壕みたいで、位置感覚がなく今自分がどのあたりを歩いているのかすらわからない。この先に彼女がいる。そう俺は、確信したのと同時に全身の毛穴が泡立つのがわかった。彼女の着ていたシャツやスニーカーがちょうど1メートルほど先の水面で揺れていたからだ。濡れたシャツを手に取って、雑巾のように絞っている時に特徴のある金ボタンを見つけて確信した。絞ったシャツを片手に進んでいく。この辺りから携帯の電池が残り少なくなってきたので、ライトを消して体重画面の光で周囲を確認するようにして進むことにした。暗い、ということに徐々に慣れてきてはいたが、暗闇に目が慣れることはなく、携帯の弱い光とシャツを握った肩の手を前に突き出して周りを確認していた。そのまま奥へと進んでいくと、トンッと指先に何か硬いものが触れた。321。行き止まりだった。おそらく厚い大きな板か何かで強引に封鎖してあるようだった。いないか。さすがにこの深い闇の中に光もつけないで、一人で入れるわけがない。実際のところ俺自身、携帯のライトがこんなに頼もしく思えたのも初めてだったし、誰かが奥でライトをつければ見逃すはずもない。早く気づいておくんだった。そう思った。しばらくその場に立っていると、自分が立てた水の音が止んであたりが一瞬静かになった。どこかから吹いてくる隙間風の静かな音に混じって、荒い鼻息が近くで聞こえた。俺は、なぜかその時、すごく冷静で自分の左側から聞こえる。その音の正体を確かめようと思った。恐怖でどこか麻痺していたんだと思う。携帯を写真撮影のモードに切り替えてライトをつけ、その音の方向を照らした。彼女だった。上半身は裸で靴下とズボンだけ履いた格好で、トンネルの出口を塞ぐ板に何かを夢中でこすりつけている。俺は、その板をライトで照らしてみた。口紅だった。赤い口紅、それをクレヨンみたいに使って、何かぐちゃぐちゃな絵？というよりもそれ自体を塗りつぶすようにめちゃくちゃに塗っている。
紅は残りがほとんどなくなっているのに夢中で同じ動きを繰り返す。俺は、それをやめさせようと、無理やりその板から彼女を引き離した。彼女は意外とすんなりとその行為をやめておとなしくなった。帰るぞ。と言うと俺が言うと、うん、と言ってうなずく。彼女の手を引きながら、急いで元の場所を目指す。行きよりもはるかに帰りの方が早く感じた。トンネルを出る頃には、彼女は元に戻っていて、シャツを着せてあげると、ごめんね、ごめんね、と何度も俺に謝った。鉄門の場所までたどり着くと友達がいない。車もない。彼女が泣き出して、どこに行ったの？と聞いてきた。俺は、とりあえず落ち着かせようと思い、山のふもとのコンビニかもしれない。具合が悪いって言ってたから休んでるように言ったんだよ。言った。それから車で来た道を徒歩で降りた。コンビニには友達はいなかった。俺たちの異様な雰囲気に気づいたのかコンビニの店員が外に出てきて、駐車場に座っている俺たちに、警察呼びましょうか。と慌てて話しかけてきた。322、俺が大丈夫です、と言うと、店員はあなたには聞いていません。と言ってもう一度、今度は彼女の目の前まで来て聞いたが、彼女も、大丈夫です、タクシーを呼んでもらってもいいですか？と言った。タクシーが到着すると、俺たちは同乗して、先に彼女を家に送った。俺と友達は一人暮らしだか彼女は実家に住んでいるので、その家の前でタクシーを止めて、別れた。車内ではお互いにほぼ無言だった。翌日、電話に出ない友達が心配になり家に行ってみた。鍵がかかっていて、駐車場に車はなく帰ってきた形跡はない。彼女の携帯は電源すら入っていなくて、実家まで訪ねてみたところ、あの日から帰っていないそうだ。タクシーを降りた後どこに行ったのだろう。思い当たる場所はあのトンネルしかないが、もう俺は、あの場所へ行く気はない。これで話は終わりです。長い時間付き合ってくれた皆様ありがとうございました。現在も二人とは音信不通です。読みづらい箇所あったと思いますが最後まで読んでくれてありがとう。少しすっきりしたよ。312。俺の妹は、少し変だった。笑っている人が嫌いだった。人が笑うと泣き、怒ると泣き、それ以外では絶対に泣かなかった。テレビも見ないし、友達もいなかった。ただただ表情を殺していた。妹が小学5年生の時、なんで笑っているのが嫌いか聞いてみた。そしたら、みんなが笑ってるから、とか言ってきた。何か不安になり、もともと何度か言っているが、精神病院に連れて行った。313。そしたら、先生にとんでもないことを言われた。妹さんは、笑うという行為を、怒るという行為と混同しています。だから人が笑うと、自分が怒られていると錯覚しているようです。と、何か、先生にも、妹にも、どんな顔すればいいのかわからなかった。その後妹に、笑うとは、嬉しいことだよと再教育した。嬉しいはわかるらしい。314。あれから数年。妹にも友達はでき、顔には笑顔が見ている。よかったよかった。でもなんでそんな勘違いしたんだろうか。と、妹に聞いてみた。そしたら、幼稚園の先生が、失敗をするたびに狂ったみたいに笑ったから。て、うん、俺が幼稚園児で、失敗したとき、先生がそんなだったらトラウマになるね。これ怖い話だろうか。少なくとも俺は、笑う先生が夢に出てきて怖いよ。316。怖かった。146。冷や飯レンチンしてたら病院のゴミ箱みたいな異様な臭気が、レンジの中調べたら爆発したかまど馬がいた。147。おしまい。